高田インターの屈強伝説、サスケ唯一の皆勤賞、山本慎吾49歳。7番山本慎吾23歳、現在はガソリンスタンド勤務。高校時代は幅跳びで関東大会4位という成績を残している。さあ山本いった。おお、ここまではあっという間。5秒あるかないかで丸太を、そしてクリア。まだまだ1分ぐらいあります。そして意外とここが難関だ。おお、こういう手があったか、軽く飛び降りた。うわ、すごいすごい、人間技ではありません。なかなかやるじゃないか。おお、見たことない、ガソリンスタンド勤務、普段何やってるんだ。そしていけいけいけ、フリークライミング。おお、今日はこのクライミングの専門家もいますが、しかしガソリンスタンドでこんな登る技見たことない。よし、いったいったいった、見事。続いては山本慎吾23歳、長谷川サービスステーションガソリンスタンド勤務。首都高の5号線を降りた中台インター近くにそのスタンドはあります。そこで働きながら、もう働いてることイコールトレーニングだと言っておりました。潜るようなスパイダーウォーク、黒い装束だけにまるで雲のようだ。折れ線グラフのようになりました。上り坂登っておりますが、このスパイダーウォーク素早い素早い。そしてポールを降りていった。5連ハンマー、これはタイミングよくくぐり抜けていく。運動神経抜群、注目株の一人であります。前回のサスケではこの第2ステージのあの5連ハンマーのところでリタイアという組目にあってしまいました。山本慎吾24歳、ガソリンスタンド勤務であります。板橋区の首都高5号線を降りた中田インター近くのガソリンスタンド、長谷川サービスステーションに勤めております。肉体の空気圧、そしてオイルの流れもバッチリでありましょうか、山本慎吾。さあここは慎重に動く壁をクリアしていった。ここは手慣れたもんであります。経験則に従って突き進んでいます。無駄な動きはありません。残りまだ30秒以上、ボールを伝わって落下。さあそしてこの人間ハンマーはどうだ。ここで人間ゲートボール、ここの辺りをうまくクリアしていった。さあ更新、この記録を更新した、逆走したベルトコンベア、残りはあと19秒であります。さあどうだ、ここはどうだ。壁のギロチン、壁のギロチン、これを自分で押し上げていく。ものすごい、残りあと10秒、残りあと10秒、ここは落ち着いていく。長谷川サービスステーションの同僚が喜んでいる。もうここさえもう今日クリアしたら、もうそれでもいいと思ってましたから、本当嬉しいですよ。本当にまずは山本慎吾24歳の登場であります。2回目の出場です。階段をトントンと上がっていきました。ふくらはぎもかなり張っていることでありましょう。ガソリンスタンド勤務、長谷川サービスステーション、第3のステージ。前回は第2ステージで阻まれた。今回はこのエンタシス、円柱をおっかなびっくり進んでおります。抜き足、差し足、軽くクリアしました。ホールブリッジからプロペラ運転へと移行いたします。プロペラ運転、密林の中のこの秒針は一体何を刻んでいくんでありましょうか。3つ設置されております。筋肉が隆起している二頭筋、そして後ろの三頭筋。さあもう一周しなくてはいけません。肩から腕のあたりに負担がかかりますが、このタイミングはどうか。うまく移っていった、さすがであります。さあいよいよ佳境に入ってまいりました。第3ステージ、こちらはハングムーブであります。これも見た目よりもかなり体力を消耗いたします。腕の力を中心といたしまして、バランスを取っていかなくてはいけません。これは見た目よりも非常に難しい。左に右に鎖が待っております。さあ腕の回が、右腕をちょっと振りました20番の山本。しかしながらまだ余裕が十分あります。さあ一旦のブレイクゾーン、そして最も難しいと言われるパイプスライダー、これが難しい。もののけの住む森、このパイプスライダー、己の体重が命取り、ご自慢の肉体が命取り。さあご覧ください、少しずつバーをスライドさせていく。左右のバランスが崩れると、いきなりバランスが崩れると、一方のバーのバランスが崩れてしまいます。
さあ左右のバランスをうまく持っていかなきゃいけない。右が左が前方に出てしまいますといきなりバーが外れてしまいます。下は沼地、下は沼地、たまり水。さあ足をかけて一旦のぶ、一瞬のブレイクゾーン、45度角で突き出ております。このバーを伝いまして、次なるまたバーへと移行しなくてはなりません。腕のあたりをかばっております山本慎吾、握力は左右ともに65キロ以上と言われております。さあこっから長い距離、あのレールをパイプを渡していかなくてはいけません。まさしく肉体のみで勝負しております。この第3ステージは自分にとって五分五分の確率だろうと非常に沈着冷静なことを語っておりました山本慎吾。ファイナルステージまで駒を進めたいところでやりましょう。さあぶら下がった片口海南にかなりの負担がかかるが、運んでいく運んでいく山本慎吾、緑色の沼地に自分の体を放り込みたくはない。いけそうだいけそうだ。さあ、いきなりの落下、こういうことが起こるのか。反動をつける、あともう少しと思った瞬間に何かの嫌な隙間がやってくるのか。いや結構思ったより力入んなくなっちゃうんですよね本当に。いけるかな胴体、もうちょっとあったよな。すごい惜しかったですよ。ガソリンスタンド長谷川サービスステーション、山本慎吾24歳であります。前回は第3ステージパイプスライダーまで行きました。さあ第1ステージおっと非常に軽やか、このジャンプ力バネを使っております。さあローリング丸太、ローリングおっと帽子が飛んだ、ガソリンスタンドの帽子が飛んだ。しかしそのことはもろともせずに、さあここの揺れる橋は一歩ジャンプして越えていきました。高校時代になんといっても走り幅跳びで関東大会で第4位に入ったという記録 7m42cm、 これは見事、これは見事。まだ30秒残っております、まだ30秒残っています。長谷川サービスステーション、さあ行こう、さあ行きましょう、まだ時間は余裕にある。長谷川サービスステーション、余裕クリア。第1ステージ、さあなんとファーストステージ20秒余りを残してクリアタイムダントツ1位でこちらに上がってまいりました。山本慎吾24歳です。首都高5号線板橋区中田インター近くのガソリンスタンド長谷川サービスステーション勤務、3回目の出場。心当たりのスパイダーウォークは手慣れたもんだ。動く壁、そしてスパイダークライムへと早くも差し掛かってまいりました。このデコボコになりました肉体リアス機械が高いところまでグッと上がっておいて一気に直下してから、さあここから人間5連ハンマーだ。ここも見事に平均台をちょっと危なかったがクリアした。逆走、逆走コンビア、これはどうだ、これはどうだ、反逆のオートメーションクリア、あっという間にウォールリフティングであります。さあ時間の方はまだ余裕がある。2つ目の壁、3つ目の壁、力づくの開けゴマ、まだタイムは刻まれていなかった。こちらも最速だ。山田さんおめでとうございます。やったですね。ねえ、いきましたね。第3ステージじゃこれで一気に最後まで行きたいですね、やっぱり。はい、現在ここ緑山の温度はちょうど気温は3度であります。その冷たい空気を熱い肉体が切り裂いていきます。さあ13番ガソリンスタンド勤務の山本慎吾24歳であります。全身身にまとっている筋肉のつなぎ、これを駆使するか山本、燃費のいい筋肉を持つ男、ここはどうでしょうか。まずはポールジャンプであります。命のボータが飛び体を滑らしましたが勢いでいきました。池越えの肉弾山本、さあ今度はプロペラ運転であります。滑り止めのあたり、これを手にいたしました。心あたりの細かな動き、まさに魂の灰皿交換といったところでありましょうか。さあガソリンスタンド長谷川、山本慎吾、山本が行きます。心あたりは動き無駄がありません。ぶら下がっているプロペラ運転、人間拍子、無駄のない動きでありますが、さあどうでしょう、クリアいたしました。肉体を流れる極上のエンジンオイル、動きに無駄がありません。ハングムーブであります。下を見てはいけない、下は底なし沼、底なし沼の番人と言われます。ハングムーブ一つ一つ、そのチェーンの下に置かれた足止め、このわずかな足場、メタルカラーの果実に
足を止めていきます。山本慎吾24歳、気合を込めて一歩一歩進んでいきます。プロペラ運転あるいはこのチェーン、いやーな鈍い音を立てておりますが、さあやってまいりました。いよいよパイプスライダーであります。ここで腕のストレッチか、かなり腕に負担がかかっております山本。長谷川サービスステーションのそのコスチュームでやってまいりました。かなり腕に来ている。最後の難所パイプスライダーであります。なんとかファイナルステージに自分を進めたいと語っておりました山本。意を決してパイプスライダーに挑んでいきます。さあ行くか山本。さあ握力だけの大脱走だ。前に前に進んでいく。つかの間のブレイクゾーンに足をかけた。左の足、左の膝、ここを軸にいたしまして、ここでつかの間のブレイクゾーン、ブレイクタイムであります。股間のあたりにその細い棒を挟み込みまして、いよいよ最後の仕上げに取り掛かろうというパイプスライダーに臨んでいく山本慎吾24歳です。今回の出場に向けまして、10メートルのそのロープをガソリンスタンドの屋根にくくりつけて、ロープ登り、そして鉄棒ぶら下がり、その10分3セットを毎日行ってまいりました。一瞬仕事はそっちのけで、このサスケに臨んでまいりました山本。さあ行くか。ファースト、セカンドステージに続いてまたトップで一番乗りか。どうだ、ゴールまで近づいてきたが、飛び起きた山本慎吾が行きました。3回目の出場にしてサスケサードステージを制しました。これは嬉しい。前回の鉄は踏まない、その気迫が全身にみなぎって見えます。最後の仕上げもうまかった。慎重に慎重に入念に己の体反動をつけてゴールを両足でゲットいたしました。いやもう涙出そうですよ、本当に嬉しくて、はい。さあそれではいよいよ5人の中からトップバッターがこのファイナルステージに挑みます。まずは山本の登場です。ガソリンスタンド勤務山本慎吾24歳、30秒でこの15メートルの綱登りを完走しなくてはいけません。さあ光の道へと向かいます。天空から振り下ろされました一本の雲の糸、至福への綱か、あるいは地獄の綱か。山本慎吾24歳、さあスタートです。限られた30秒の中で果たして制することができるか。前人未到、誰もこの綱登りを制した者はおりません。今5メートルをクリアいたしました。さあどうだ、残るはあと半分、15秒を切りました。さあ間もなく10メートル付近だ。かなり後半苦しくなりました山本。山本慎吾苦しい。さあ残りあと5秒だ、残りあと5秒だ。警報装置が鳴っている。あとわずか天空の頂まで、あと残念、いきなり急降下。人形浄瑠璃の人形のようになってしまった。最後は残念、無念、残り数メートルを残して無念の山本慎吾。しかしながらここまでよく突き進んでまいりました。あともうちょっとでレポーターの望月さんが控えている頂上。しかしながらまた深い井戸の中に逆戻りしてしまった感があります。山本さん、悔しい。もう息遣いだけで悔しさ伝わってきますけど、はい、いや、いけると思ったんですけどね。後半かなりきつかったですか。きついです、やっぱいきなり体筋肉いきますか。はい、きます、やっぱり。今回の出場に向けてあの山田勝美の影響から6キロの減量を敢行いたしました、おなじみ前回のファイナリスト山本慎吾25歳です。さあ、あの首都高速中田インター近くのガソリンスタンド長谷川サービスステーション勤務、おなじみとなりました山本。長谷川サービスステーションの仲間が応援しています。ものすごい回転、危ない危ない、スライドを使う、足を使った、脚力を使った、そして腰の力も使って踏みとどまった。危ないところを見せつけた、激突。山本どうした、やべえ。山本今日のエンジンオイルは不発だった。バダレしたという一瞬の隙もあるのか。山本慎吾優勝候補の一角を担っておりましたが、いきなりの
橋がこの山本を包み込んでしまった。沈みゆく太陽がこの長谷川サービスステーションの山本慎吾の顔を茜色に染めていきます。さあ注目格が5回目の登場、25歳の山本慎吾。肉体を流れる極上のオイルが果たして2人の目の成功者へと続いていくでありましょうか。何としても決めてもらいたいローリングマルタ、ここで落としてもらいたくない。軽快に回転していく。さあここは見事に決めていった。遠心力の幽体離脱はありませんでした。揺れる足、揺れる足、ここはもう一発で決めていった。注目株が次々と消えていく中、山本には決めてもらいたい。さあ足をかけてもらいたい。足をかけないのか、足をかけないのか。ちょっとでも水についたら終わり。強引にねじ伏せていきました。さあえぐれた壁が待っている。残りあと33秒。さあ第一ステージで前回のサスケ、揺れる足であえなくリタイアしてしまった山本が失地回復剣の将来、このえぐれた壁なんとか決めてくれ。飛び上がった、飛び上がった。最後は無重力状態、宇宙での毛利さんのように一瞬ふわっと宙に浮いた。残りあと11秒。さあここはどうだ、ロープクライム。残りあと7秒。ここは盤石か、盤石か、よろけた。ガソリンスタンド山本慎吾、油まみれのマッスルストーリー、第一ステージ2人目98人目にして2人目の通過者です。はい、どうですか。いやもうどうですか、実感ないんですよまだ。とりあえずもう僕は前から出てるんで、ファイナルまでとりあえず目指して頑張りますんで今日は。あのバスケで中学の時抜けて以来もう抜けっぱなしなんですよ。いきなり幕が降りてしまうという下に恐ろしきサスケ、その第2ステージ、果敢にチャレンジするのは山本慎吾25歳であります。すでに上半身は人肌のエンジンルームと化している、加熱している。しかしながら左の肩のその卓球癖が怖い。現在左の肩に前進を施しているが、その卓球合計2つで100キロ、これを軽々と押していきました。さあスパイダーウォークであります。人間突っ張り棒、ちょっとこの移動する壁が怖い、移動する壁が怖い。人間のその限界に挑むというスパイダーウォーク、動いている壁のところでちょっと躊躇した。しかしながら前へ前へ進んでいく。ポールが目前であります。右に左に揺られながら今ようやく着地いたしました。さあ5連ハンマーであります。人間ゲートボール、人間ゲートボール、残りあとわずかになりました。残りあと15秒少々。さあここで入ってまいりました、逆方コンベア、肉体の回転寿司、肉体の回転寿司。さあ残り10秒を切ってしまった。ボールに来ていく。さあ第一の壁はどうだ、残りあと3秒少々。さあギリギリだ、滑り込んだ。ギリシャン、ギリギリ山本慎吾、すんでのところであった。首の皮一枚つないだ。山本慎吾の荒い息遣いがこのクレーン上にも伝わってまいります。5連ハンマーは確かにスピーディーにクリアしていきました。しかし時間をフルに使いました。危ない危ないウォールリフティング、最終的には3つの壁を持ち上げて筋肉の万歳三章と相成りましたが、しかしながら危なかった山本慎吾、最後はまさにダイブ、滑り込みセーフでありました。肩がちょっと外れそうだったんで、あの思いっきり行こうと思ってたんですけど、自然に体が変わってたから。いや今回のサスケ厳しいですよ。そうですか、厳しい、すごい。段差が結構思ったより離れて高くなってるんですね。きつそうだな。家で練習してますよ。スマのメリカ練習してますけど
向こうで説明しろ。分かりました。はいです。皆さんサードステージ付近へお集まりください。7-3 ぐらいの割合で、6-4でいけるのが4かな。最後の挑戦者となりました。山本慎吾が行きます。25歳、万雷の拍手を浴びてしくしくとステージ中央に上がってまいりました。まず山本に襲いかかるのは肩口のメリーゴーランド、回転するダイハードと言われるプロペラ運転、スルッと行きました。左の肩口のテーピング、あの脱臼癖が怖い。かなり左の肩口を痛めておりますが、心当たりは警戒に行きます。肘を曲げております、肘を曲げております。とにかく負傷している左の肩口をかばっていくプロペラ運転。さあスタミナという大河ドラマの伏線、次々と山本に襲いかかります。体脂肪を削ぎ落としたブルーカラーの狼山本慎吾25歳、ガスステーション勤務。さあ心当たりはどうでしょうか。人間シューキーパーと言われるボディープロップ、初お目見えであります。さあ出ていきました、出ていきました。慎吾余裕余裕、危険な牛歩戦術、横歩きの危険な牛歩戦術に出ております。さあ慎重に行きます、慎重に行きます。さあどうでしょうか、この感覚はどうか、この感覚はどうか。バランスをとっている、バランスをとっている。噛みしめるように横歩き状態であります。さあ左の腕の移動はどうか、左の肩口が心配でありますが、徐々に徐々にゴールに近づいていく山本慎吾。さあクリアした、本来のボディープロップ、ここはクリアしていきました。さあ続いてはアームバイクが待っております。ここはどうでしょうか、今度は右のカイナ、おっと左の肩口を押さえている。さあだいぶ腕のあたりに負担がかかっているのは火を見るより明らかであります。そして第3の難関、このアームバイク2歩を進めてまいりました山本慎吾25歳であります。さあ行きました、初体験のアームバイクであります。肘を曲げている、剛腕猫じゃらし、剛腕猫じゃらし。さあ一瞬の間を置いてから慎重に着地いたしました。さあ出てまいりましたクリフハンガー。前回のサスケにおいてはサードステージまで進めなかった山本慎吾、続いても初体験のクリフハンガーであります。右の肩口、左の肩口を交互に振っている、左の肩口を抑えた。日常の仕事労働においてかぶり慣れたそのキャップ、これをかぶったままより体脂肪をそぎ落として今回のサスケに臨んでまいりました。軽いストレッチングを行っている、腕の筋を伸ばしております山本慎吾であります。あのガソリンスタンドのタイヤが積み上げられている倉庫において、かなり指から握力にかけてこのクリフハンガーに備えてトレーニングを積んでまいりました。さあ山本がいきます、山本いった、肘を曲げている、今回は2段になっている。このクリフハンガー命がけであります。さあ段差があります、段差があります。31センチの段差、これをクリアする、これをクリアする。仕草、油断は禁物であります。一瞬ホッとしたのか山本慎吾、こっからいよいよ最大の難関に出ていきます。孤独な一人旅に出ておりますこの第3ステージ。もう一度ストレッチング、自分の腕の力、あるいは肩口の負傷、この辺を騙すかのような仕草であります。パイプスライダーの下には底なし沼が待っております。亡霊の池とも言われております。そこを見ずにこのパイプスライダーというこの難所において二の腕の発想飛びを見せてくれるか。さあ滑り止め、これを棚心につけまして意を決して山本慎吾が行きます。さあ出ていきました、出ていきました。さあスライドする、スライドする、肘を曲げている、肘を曲げている、膝も曲げている。さあいいぞいいぞ。さあ中段まで行くか、
一瞬の止まり気、左の肘をかけていった。ここら辺りも油断は禁物であります。今年結婚する予定であるという山本慎吾、結婚資金を稼ぎたいと軽やかに笑って語ってくれました。さあ一直線毎日文字に栄光に向かってこの第3ステージをクリアすることができるでありましょうか。一瞬の休息、乳酸値はどうか。肩口から腕にかけて特にその乳酸を蹴散らしたい。自分の腕をあやしている。多分フィアンセがこの動き一挙手一投足をメモっていることでありましょう。さあ臨戦態勢、臨戦態勢、さあ体を伸ばした。さあいったいった、相変わらず肘を上げている。軽快なリズム、軽快なリズム。そしてここの決めどころ、この決めどころ、左の肩口の込まれた。やはり筋肉は限界だったか。そして肩背向だったのか。最後の料理に手こずった。これはやはり負傷の具合と過度な疲労というものが災いしていたのか。全身から湯気が立ち上っている。緑山のいてつくような寒さの中で蒸気がまるでオーラのように立ち上っております。晩酌突き果てた男のその一歩一歩、がっくりと肩を落としている山本慎吾、ご覧いただきましょう。パイプスライダーです。バーをがっしりとグリップして、前半の一人旅においてはかなり自分のリズムを掴んでいる感がありました。しかしながら最後ここです。赤いステージが目前、左の足を必死に伸ばしてしがみついていきましたが、あえなく撃沈です。サードステージ制覇というところまであと本当に一歩でしたよね。そうですかね。いや、ここまで来て悔しいですね。もうやはり負傷していた左の肩口を無意識にかばうというようなところが最後のパイプスライダーであったんでしょうか。どうでしょうか。かなりやっぱり痛いですね。痛い、はい。ちらっとさっき私言ったんですけども、はい、今年7月ですか、結婚の予定。あ、そうです、はい。今日はフィアンセ見えてるんですか。来てます。どこにいらっしゃいますか。あれ、あ、向こうにいます。ちょっと手を挙げてください。どこにいます。あ、やっぱり決めたいなっつうとこありましたよね。余計に見せつけたいなってありましたね、やっぱ。うん、ありがとうございました。お疲れ様です。どうもありがとうございました。武田さんが1枚引き上げた。そうですね、それには負けてらんないですね。次にすぐ行きますよ、僕は。ないです。2人しかやってないですから。ねえ、頑張ってほしい。ふるたしさんの日常まで、まあね、ここは行ってもらわないとね。行ってもらわないと。さあ、板橋中田インターの不死鳥伝説だ。おなじみ長谷川サービスステーション山本慎吾はつい最近副所長から所長に出世しました。ウェイトも絞り込んで、より絞り込んでの登場、貫禄すら伺えます。おなじみのユニフォーム、コスチューム、軽快なリズムでここは難なくクリア。さあ慣れ親しんだあのタイヤのように丸田西川。山本慎吾には全くなかったでしょう。手が滑ったのか。いつも通りしがみついて一体感を見せている心当たり。そして後半です。いきなり右の手から外れていきます。奥さんの英子さんもがっかりか。いや、もういけると思ったんですけど。
悔しいって何も言えないですね。今回はいかがですか。頑張ってほしいですね。毎回でもここに応援に来てね。それでは参ります。信じてます。さあ大詰めであります。このゴールへの短くて長い道のり、そこに一歩を記すのがこの男、ご存知ポロシャツのダンディズム、全身にまとう筋肉のつなぎ、板橋中田インターの不死鳥伝説、山本慎吾26歳であります。長谷川サービスステーション汗まみれの出世物語。さあ行きます。前回はこのローリング丸太に阻まれた、あわやまさかのリタイアでありました山本。今回は抜かりなく帽子が犠牲になった。今回はトレードマークの帽子が水面に浮かんでいる。本体は見事に生還した。さあ揺れる橋はどうか。一瞬の呼吸を置いてから大またぎであります。かなりのストライド。さあジャンプハングでまた一呼吸。さあ見事な跳躍、ムササビのような跳躍であります。下から行きます。網の目を下から行った、蜘蛛の巣を張っていった。さあそして最大の難関、そり立つ壁、人間ネズミ返し、頂上から行くか。小刻みなフットワーク、切った切った、一発一発 OK。 満身さえなければ OK だ。残り23秒。さあどうだ、ターザンジャンプ中ほどにバスンと着地。さあ上がっていきます。残り15秒楽勝。おっと最後バランスを崩したが楽勝です。第一ステージは山本慎吾楽勝です。よし、よかったです。山本慎吾楽勝です。もう満足です。余裕のクリアですね。いや余裕じゃないですよ。そうですか。なるべく、はい、今日は初心に帰ってやってるんで。本人何か言ってました。何かもしれない。難しい、まあ、今日な。はい、続いてのスタンバイしてます。少々お待ちください。ガソリンスタンド所長、油まみれのプリンス山本慎吾でありますが、果たしてこのセカンドステージは山本を熱烈歓迎するでしょうか。さあ格子が開いていった、チェーンリアクション。さあ行きます、チェーンアドベンチャー山本。衝撃はどうだ、軽い体が振られた。細身の筋肉にはしかし極上のオイルが回っているか。2本目の鎖に移した。さあそして着地地点も見事に。さあファーストステージ同様、帽子がまた身代わりになってくれるか。これは弦を担ぐにはいいぞ。そして使い慣れた軍手を外していった。さあここはどうだ、スパイダーウォーク、滑り止めをあえてつけずにそのままいった。これは自信があるのか。まさに自分の肉体で車のフロントガラスを丁寧に吹き上げているかのような動き。今度は下りであります。綺麗にアクリルを吹き上げてピカピカの透明に持ち込むか。さあどうだ、これはどうやら決めました。5連ハンマー、かつて区界を舐めたことがありますが、ここは慎重にいきます。さあここは行きました。そして逆走コンベヤー。さあこれもクリアしそうだ。残りはあと25秒、余裕があります。こういった力仕事、細身に見えても肉体労働は得意だ、長谷川サービスステーション山本。最後は殺人シャッター、50キロ、これをひらりと身をかわしていきました。さすがですね。おめでとうですね。ありがとうございます。よかったです。山本さんにはゴール地点がよく似合いますよ。ありがとうございます。いやもう疲れました。疲れました。すごくしばらく落ち込んで、なんかビデオも見れないぐらい落ち込んでましたね。でもその後は一生懸命ビデオ見て勉強してました。これやるためにね、規制にしてる部分っていうのもあるじゃないですか。そうですね。そうですね。ね、練習の成果が出ればいいですけどね。季節感を喪失するこのいてつくような寒さ、そして時折吹いてくる強風、筋肉がかなり萎縮しているのか。まさに闇夜の緑山、
そこにポツンと孤立無援の男、ガソリンスタンド勤務所長の山本慎吾26歳。最後はこの男一人になりました。ガソリンスタンドの所長に出世いたしまして、トレーニング時間が少なくなった山本、職場の壁にクリフハンガー、自動車整備用のリフトでパイプスライダーを自分で作って寸暇を惜しんでトレーニングしてまいりました。山本慎吾26歳。3本目のバー、さあ肘を曲げている、肘を曲げている、腕を交差させている。山本特有の構えであります、車に構える形になりまして、早く3本目のバーにすがっておきたいが、さあこのタイミングはどうだ、危ない危ない危ない、一旦ぶら下がりました。左肩に若干セカンドステージで痛みが走ったという心配もありますが、さあどうだ、さあどうだ、片腕一本、片腕一本、これは余裕か。まるで類人猿のように片腕でぶら下がっておいて、足でその着地する場所を求めていきました。ここには若干の余裕もうかがえた山本慎吾であります。さあここで決めてくれるか、サードステージ。さまざまな猛者たちが全てこの沼地に吸い込まれていきました。その鉄は踏みたくない山本、入念に滑り止め、ボディープロップに出ていこうとしております。これも厳しい難所でありますが、意を決して出ていく。なんとしてもこのサードステージ、あの怨念のパイプスライダーまで到達しておきたいところであります。さあどうだ、この空白はどうだ、この感覚はどうだ。じわじわっと進んでいく横歩き、もう一つの感覚が手元の方で待っております。足の方はクリアしていきました。さあ腰高で臨んでいきます。これはどうだ、あともうちょっとだ、あともうちょっとだ。さあどうだ、自分を励ましていく。左手の薬指、結婚指輪だけは外さない山本。さあトレードマークの帽子、目深にかぶりまして、鋭い眼光、これを伺うことはできませんが、さあここで一瞬のインターバル、アームバイクに出ていこうとしております。数々のトレーニングの中には、友人から借り受けた小型トランポリン、これも持ち込んで職場でその隙間でトレーニング。さあ腕の力、腕の力、腕の力、椅子のない、椅子のない剛腕リフトだ。さあ中空を足でかいていく、中空を足でかいていきました。一つ一つ潰していきます、サードステージ。一つ一つを潰していく。さあここで腕の内側のストレッチ、手のひらの滑り止め、自分の闘争本能を一瞬冷やすかのようだ。また風が強くなりました、緑山、本当にいてつくような寒さ。ご覧のように選手たちの吐く深い息、それが真っ白に映っています。やってまいりました、クリフハンガーであります。指先の無限地獄、これに耐えられるか、ガソリンスタンド所長の山本。さあここから頼みの綱は指先の第一関節、第二関節。さあ平行に移動する、感覚はクリアした。ここで段差は30センチ、段差は30センチ、これをクリアするぞ。第一関節、第二関節がきしんでいる。さあいったいった、いよいよパイプスライダーだ。腕力のブラックホールだ、腕力の墓場、二の腕の断末魔とも言われますパイプスライダー。3回目のチャレンジ、2回戦ったという学習能力、これでクリアできるか山本。今回はこのパイプスライダーに対する秘策を持っておりますこの山本、それは進んでいけば明らかにされるかもしれません。第一のパイプ、その移動するバーに手をかけていく。まずは順手、あの止まり木中間点までは順手で攻めていく。鍵型だ、直角に肘が曲がっている。これは順当だ、これは順当だ。下半身、腰から下を使っていく。さあグリーンゾーンだ、グリーンの止まり木に足をかけていく山本慎吾。さあここで一瞬のインターバルを取ろうとしている。まるで天使が三日月に腰掛けて一瞬の小休止、そんな感じであります。果たしてプレッシャーを跳ねのけて後半の料理をすることができるでありましょうか。
あの赤い絨毯は間近に迫っておりますが、選手にとっては遠いのか。相変わらず帽子を目深にかぶって順手で行くのか逆手で行くのか。おっと逆手に持ち替えた。後半は逆手勝負。そして何やら秘策を持っているという山本慎吾でありますが、ここで一瞬止まった。さあ体を使っていく。もう腕は限界か。さあゴール地点が見えてきたぞ。さあ山本慎吾、ここから一気に反動をつけていく。あーっといったいった。乳酸との疲労物質との戦い、意地でも腕を曲げておいて、山本慎吾が初めて100人の中で今回この赤い絨毯を踏みしめました。いけるっていうよりいけんのかなっていう、そういう気持ちしかなかったですね。弱気でしたね、ちょっとは。そうですか、はい、いよいよファイナルです。はい、頑張ってください。頑張ります。壁でどのぐらいで登れるか楽しみですね。ちょっと。あの音だもん。うん、最後だからな。はい、ね、また会話。ありそうです。ありそうでしょうか。全然もう予想がつかないですね、本当に。あとは信じて、はい、あと1回、あと1回だ、1回。この地上高 22.5 メートル、このファイナルステージに初めて挑んでいくのが100人の中のたった1人の生き残り、この男山本慎吾26歳であります。ただ一人の存在、この山本慎吾、いよいよファイナルステージに挑むわけであります。このファイナルステージは前人未到、人跡未到でありました。前回前々回ときっぱりと人を拒んでしまいました。未使用でありました。リニューアルされてからいよいよ初、この男があのゴールを踏むんでありましょうか。天空は遥か彼方であります。 22.5 メートル、ここを制することができるか。山本慎吾、奥さんの英子さんが見守っている。30秒だ、制限時間は30秒。はやーっといきなり転落。滑った滑った。おっと左の肩、脱臼癖があるという山本、左が脱臼したのか。いきなり滑ったかに見えた山本、脱臼癖、これが再発したのか。かなり痛そうだ。腕から肩口のあたりをひねっている。アクシデント勃発、ファイナルステージ、またしても人間が入り込むことを拒んだ。ここまで来たのに大丈夫。あ、ダメです、まだこっちゃ。あ、寒さですかね。疲労と。いきなりですもんね。ちょっと来いよ。慎吾さん肩外れて。もったいなかったですね。何に見えないですよ、もうなんか。じゃあまた秋に入ってくると。もう出させてくれんでしょ。もうやります。旦那さんの体調とかどうなんですか？やっぱり夏バテ少ししてると思うんですね。食欲も落ちてるので、それが今日でなければいいなと思うんですけど。この男がサスケの舞台に立った時、様々なドラマが蘇ってまいります。
さあ板橋中田インターの不死鳥伝説、山本慎吾27歳、長谷川サービスステーション。おっと、色がブルーからワインレッドに変わった、制服が変わりました。第一ステージ五段跳びはどうだ。いったいった、これは無難に難なくこなしていった。さあ踏み台にする足を取り替えていった。時間のロスはどうだ。山本慎吾滑りを気にしている。さあその滑りを気にしている、ボロシャツでそれを拭っておいてのローリングマラソン。遠心力が凄まじい、体が軽快なだけに遠心力もすごかった。一瞬ヒヤッとしましたが、さあ今度は大玉だ、大玉が待っている。さあどうだ、ジャンプ一番お見事、ジャンプハングの前にその予兆とばかり見せてくれた。さあジャンプハング、どうだ、楽勝だ。下から行きます、山本慎吾は慎重に下から行きます。おっと危ない、大丈夫か、右足からついていった。反り立つ壁はどうだ、残り30秒を切った。油まみれのプリンス、左肩に爆弾を抱えている。今日はテーピングでやってきた。おっと、あと一発目失敗、これはどうした。残り20秒、どうだ、いったいった、残り15秒、あとは時間との戦い。ちょっと手こずった、ちょっと手こずった、残り10秒。さあどうだ、残り8秒、残りは6秒、あーっと微妙だ。さあどうだ、3秒、2秒、ここでかなりの疲労、乳酸が腕を襲っていたことでありましょう。最後は足をかけて、両足をかけて時間との戦いに敗れました。スタミナ切れかなこれ。よし、この場所であの肩脱臼の悲劇がよみがえってしまうのか。出てまいりました、板橋中田インターの不死鳥伝説、長谷川サービスステーション勤務所長ご存知、山本慎吾27歳。今回もワインレッドのユニフォームで登場、ボロシャツダンディズムであります。油まみれの出世物語、山本が行きます。今回ちょっと体調を崩しているのが心配でありますが、ここはクリアしていきましたが、さあどうだ、今回はちょっと風にも奪われて体調を崩しているのが心配。しかしながらボールが奪われた、どうだ、帽子が取った、帽子が身代わりになってくれた。心当たりが山本ポイントの一つであります。帽子が必ず身代わりで取っていく、そして自分の肉体を運んでいく。大玉は難なくクリアした。第一6番ジャンプハングではありますが、あれも見事なジャンプであります。一瞬の無重力状態、もっと足をつけていった、危ない。さあどうだ、残りまだ時間がたっぷりあります。反り立つ壁が待っています。山本どうだ、体の運びを見る限りちょっと力が入っていないようにも見えますが、体調を崩したのが心配ですが、ここは一歩です。右の手をかけていきました。さあ前回の助けにおいては最後の最後でタイムアップ、その鉄は踏みたくない。まるでターザンのようにいった二の腕ブランコから、さあ一気にいく、序波級全てが決まっておりました。第2ステージ以降のこの山本の動き、ちょっと体調面で心配はありますが大注目であります。いや、よかった池で。あ、嬉しいな本当に。次山田さんですよ。そうですね、行ってほしいな。大丈夫でしょうか。大丈夫なんでしょうかね。心配ですね。さあ登場してまいります、油まみれの出世物語、両北地域のカリスマ、長谷川サービスステーションの山本慎吾27歳、扉が開いた。この山本慎吾は今回はスタミナと脚力不足、
これを補うためにかなりのトレーニングを積んできた。しかし一方で風邪をひいて1週間トレーニングを休むことを余儀なくされた。いい材料と悪い材料がこの山本の周辺で交錯している。チェーンが絡まっている、チェーンが絡まっている。さあ2つ目の2本目のチェーン、ようやく解放された。ちょっと左右に振られていて時間のロスだ。さあどうか。さあここで手袋グローブを取ってクライム、ここに入っていきます。脚力不足を補うために重さ1トンの自動車引き、この訓練を積んでまいりました。しかし体調の方は8割方だと言っている。スパイダークライムに近づいてまいりました山本慎吾であります。スパイダーフォン、スパイダーウォーク、スパイダーウォーク。さあここはかつての第7回のサスケ、ここで涙を飲んだ経験があります。さあここは慎重だ、うまい、ここは慎重だ、うまい。開脚も見事でありました。5連ハンマー躊躇なくいった、横歩きの状態でいった。さあ時間がまだたっぷりあります。逆走コンベア、逆走コンベア、ここはどうだ。前向きに前向きにいきます。さあ残り20秒、ここは落ち着いていけば大丈夫。セカンドステージ、おっとかなりの、かなりの腕力、かなりのパワー、見事11秒を残しました。頑張れ、よし、まさかのことは思わなかった。山本慎吾余裕で一礼。最後のウォールリフト、これは見事力強いものがありました。細身に見えるこの肉体から繰り出される底なしのパワー。よし、やっぱりね、春は演技、演技。この調子でしたらね、いけるかもしれないな。今日行きたいな。惜しかったなあ。相変わらず怪しげな光をたたえているあのファイナルステージ、あそこに到達するのは誰もいないのか。今回のサスケ、残るはただ一人出てまいりました。長谷川サービスステーション所長、山本慎吾27歳。軽いステップワーク、ほっぺたを叩いた祈るような仕草。早くも出ていくのか山本慎吾。厳しい状況下でのサードステージであります。名優山田もついえた。さあランブリングダイス、順手でいきます。山本慎吾、仮想サスケコース、あの山田の仮想サスケコースを借りて一緒にトレーニングを積んだ山本慎吾であります。しかしながら古傷の肩、あるいは体調不全、この辺りが響かないといい。さあどうだ、さあどうだ、最後の最後、あそこまで行っていながら最後転落。もったいなかった。でも力不足ですよ結局は。やっぱありがとうございました。あーもういけたと思ってたんだけどさ。でも結局はもうあそこまでの今日は実力でしたよ僕は。絶対、はい、精神面的にも鍛えなきゃダメだな。ここまでやってきた、ちらっと後ろを見た、もういけると内心半分は思ったでしょう。さあここから身をよじるようにしていけると思いきや、体がまだ沼地側にいる。一人になったら泣いてるよ俺は本当に。それだけやったんだから今日は。もう食べれないよね夏いつも、はい、この起立するファイナルステージのゴール、あと一歩王手をかけながらも、この男は第7回のサスケにおいて左肩脱臼という古傷に泣いたのであります。さあ出てまいりました、板橋長大インターの不死鳥伝説、山本慎吾28歳。サスケ解禁賞、今回が10回目。
長谷川サービスステーションガソリンスタンドの店長が行きます。さあ5番飛び勢いよく行きました。リスクを考えない勢い。そしてローリングマルタ、ローリングマルタ、ここは今回はクリアです。危ない。一度ここで阻まれたことがあるだけに慎重に行ったか。そしてどうだ、おっとここで足挟まれた。全ての板が揺れていく。しかしながらクリアしました。さあ時間との戦い、しかしながら沈着冷静に行きたい。ジャンプはハングは組みついた。足も吹く、足も吹く。心当たりの対策は万全であります。山本慎吾28歳、ボロシャツダンディズム、ボロシャツダンディズム。今日もこのワインカラーのボロシャツ。反り立つ壁はどうだ、一発クリア。残り30秒。さあターザンロープだ、たわむぞ。さあここのコツはどうだ、初めての試みだ。勢いよく行く、おっと反動がつきすぎた。振り子のように振られていく。危ない危ない。ここで時間を食っている。残り14秒。さあどう、おっといきなり下からこれは時間がかかる。さあ残りあと5秒、どうだ。タイムアップ。山本慎吾がついえた第一ステージ、悔しそうだ。無駄がなかった。そして魔物が潜んでいたのはここであります。4本目のロープ、心当たりに足をかけて行こうとしたところでちょっと手を滑らせました。伸び縮み伸縮自由、それがあだになってしまった。なんだよ、行けたと思ったんだけど。もう何も心配事はない。もう何も考えてないですよ。運が良ければ、はい、後方にそびえ立っているこのファイナルステージ、この男をこのステージは何度阻んだのでありましょうか。さあ春はあけぼのサスケは山本、あの板橋中田インターの不死鳥伝説山本慎吾28歳、今日もポロシャツダンディズム、いつものユニフォームで出てまいりました。長谷川サービスステーション所長、さあどうだ。前回屈辱のファーストステージ、タイムアップとなってしまった。今回はどうでしょう山本。さあどうだ、ローリングマルタ、帽子が例によって飛んだ。身代わり、帽子が身代わり、沼地に着水。これはいいぞ、帽子が身代わりになってくれた。バランスブリッジ、危ない危ない。さあそしてジャンプハングであります。山本何としてもファーストステージクリアしてもらいたい。さあ下から、山本下から。今回はスタミナ不足を補うために雪山合宿を積んでまいりました。さあそり立つ壁、残り45秒。さあ順調だ順調だ。さあ山本慎吾一発クリア、一発クリア。反り立つ壁をなんと自分の方に手繰り寄せていった。残り30秒あります。さあ慎重に攻めろ山本。束ねていく、ロープを束ねていく、己に手繰り寄せていく。そして残り20秒。さあどうだ、あともうちょっと、あともうちょっと。さあ到達した。いただきで今笑顔が漏れました。残り15秒、一旦大の字。今回は時間の無駄は全くありません。まるで忍者忍びの者のようにしなやかに持っていきました山本慎吾。この辺りはファーストステージ真骨頂であります。嬉しい、本当嬉しいですよ。
全然大丈夫だよ。やった。やった。やった。お疲れ様。お疲れ様。重さ10キロの砂袋を背負って動いています。さあスパイダーウォーク、後半の料理の仕方はどうでしょうか。ここは慎重に行く山本。制限時間は80秒であります。さあバーを掴んでいった。バランスタンク、これはどうでしょうか。ここも慎重に行く。さあちょっと後ろに持っていかれるが大丈夫か。さあ慎重に慎重に、ジャンプ一番。さあ逆走コンベア、まだ時間はあります。逆走コンベア行った。力任せ、力任せ。まだ帽子は飛んでいない。ウォールリフティング、最後の仕上げだ、最後の仕上げ。残り18秒。さあ40キロ、さあ3つ目の扉。さあここでボタンはプッシュ。残り12秒、残り12秒の余裕、これを残して山本慎吾セカンドステージを制しました。ありがとうございます。よかったね、サスケ。サスケって言うんですか。サスケなんです。この残りの2人も来てくれればもっといいですね。これでオールスターのメンバーが、とりあえず行くだけ行く、ゴールを目指して、それだけですね。もう初めてなんですよね、あの電球のやつで。あ、そうなんですよね。だからどうでしょうかね、それが。不可思議なテーマパークサスケの森、ゆっくりゆっくりとカメラはファイナルステージへと進んでいきます。そして後方にはセカンドステージ出てまいります。山本慎吾28歳、己の職業的矜持、それを象徴するキャップ、98番、山本。山本の春はサスケの春であります。99年の春、第3回大会ファイナルステージ綱登り、そして2000年の第5回大会サードステージ、さらには2001年春第7回ファイナルステージ出てまいりました。ランブリングダイス、早くも出てまいりました。山本順手で次々一回一回刻んでいきます。ここで落とすことはできない。前回はランブリングダイスでついえてしまった。さあどうだ、最後仕事の爪はどうか。ガソリンスタンド店長山本慎吾28歳、さあ決めていきました。常にサスケの春の大会で爪痕を残してきた。あと一歩というところでファイナルステージはこの山本を阻んでまいりました。脱臼癖が残ります、左の肩。これを感知させるためにオペすることもすでに視野に入れているということであります。山本慎吾今回のコンディションはどうか、それを占うサードステージ、ボディープロップに出ていきました。例によって腰を浮かしている。慎重であります。この対策、トレーニングはかなり積んできたことでありましょう。一抹の余裕が見えます。ギリギリではありません。余裕があるように見えますが、どうでしょう。あともう少し、先ほどの武田の鉄は踏みたくない。あともう少し、さあいった。ボディープロップは制しました。そしてランプグラスパーであります。このサードステージ、さまざまな難所でついえた経験を持ちます。満を持して出ていきました。腕を曲げている、90度に腕を曲げている。弾みをつける、一つ一つ慎重に掴み取っていく。自分の体を騙すかのようであります。さあ握力、握力、握力地獄、間もなく、間もなく地獄から生還。さあ一つ一つ進めていきます。山本慎吾28歳、いち早くサードステージを制した盟友ともいえる長野、そしてこの後秋山、ライバルであると同時に盟友であります。一難去ってまた一難、覚悟はしているものの
この最大の難所がまた目の前で襲いかかってまいります。さあ出てまいります。山本が意を決する。さあ出てきました。第一関節、第二関節、かなり大きく前進した。大きく横に行った。30センチの段差、よじ登るようにして、そして弾みをつける。もう腕もだいぶいっぱいいっぱいか。45センチの段差、さあここだ、ここだ。この45センチの段差はこの段階ではきつい。それでももがいている。右手が勝ったか、左の手、完全に力尽きてしまいました。下りは結構きつかったですね。あ、だからこの部分をもっとトレーニングしないと、これ完全制覇できないですね。また課題が残っちゃいましたね。また残りました。お疲れ様でした。お疲れ様です。お疲れ様でした。お疲れ様です。山本慎吾29歳、おなじみのキャップにポロシャツのダンディズム、長谷川サービスステーション所長、この距離はかなりさすがであります。ジャンプハーク、壁にやってまいりました。モンスターの喉仏、一発クリア。さすがベテランの見せどころ。残り8秒、大分体力を消耗しているが、秋の三手は相性が、ベテラン勢はもう引くに引けない。山本慎吾出てまいりました。29歳、サスケとともに。さあこの山本、さあバランスタンクも決めてもらいたい。時間はたっぷりあるぞ、時間はたっぷりあるぞ。山本慎吾、時間はある。4秒91、時間はある。腰があるよね。腰に難がありか。山本慎吾、この腕力の墓場、山本が生き残ることができるか。腕が伸びているがどうだ。まるで運転のように突き進んでいる。一本の腕、一本の腕、一瞬ブラッと一本の腕、両腕、さあ反動をつけていく。かなり苦しい、かなり苦しい。しかしながら独自の戦い模様だ。反動をつけて自分の肉体をごまかしていく。あーっと一本の腕、あっと右の肩、右の肩、右の肩、左の肩、左の肩、また左の腕。さあ今度は左を軸にして右で進んでいった。満身創痍。さあしかしながら左に行く。膝からガクッと体を落とす。自らを励ましてのクリフハンガー。春の大会涙を飲んだこのクリフハンガー。あっとうめき声、山本のうめき声。45センチの段差、山本のうめき声。満身創痍の中で幾度となくこのランプグラスパー、一方の腕伸びでぶら下がって、しかしながらなんとか危機管理を敢行。ダサいです今日は。はい、情けないです。なんかこう心の中でプレッシャーとかそういうのはないですか。まあ一歩も常にありますけどね。はい、4、3、頑張ってほしい。西に傾いた太陽は一日の終わりを予告する。しかしサスケのドラマはここから始まっていく。ファーストステージ、現在成功者はたったの3人。さあ13回目を迎えたサスケに皆勤賞、13回目の出場、山本慎吾。ご存知ガソリンスタンド長谷川サービスステーション、過去8回ファーストステージをクリアしている山本。ここは見事に実力者山本慎吾の本領を発揮したいところです。さあどうだ、ローリング丸太、1段2段、そして3段、ここもクリア。思えばちょうど8年前のこのサスケの1回目、その時から登場しているこの山本。さあどうだ、ジャンプ、ここも掴んでいる。
この辺りも苦にしません。長谷川サービスステーション山本慎吾、現在このサスケに出場してから自らのチームエリアマネージャーまで上がっている。さあどうだ、入って、おっと背中をぶつけたが大丈夫か。さあそしてこの壁登り、反り出す壁一気に登っていく。まだこの時点で30秒もあるぞ。なんというスピードなんだ。さあターザンジャンプ、唯一の弱点と言われるこの二の腕ですが、しかしここ縄を伝って登っていくターザンジャンプ、これは最速間違いなしだ。山本慎吾さすがの実力、なんと13秒71残した。すごい、びっくりしました。最速タイムを記録。さすがに早いぞ長谷川サービスステーション。さすが山本というパフォーマンスでした。一気に登っていくこの反り立つ壁、なんとあっという間、一瞬にしてこの壁の頂上へと登り詰めました。板橋区首都高5号線中台インター近くガソリンスタンド長谷川サービスステーション、この度所長からエリアマネージャーに昇進いたしました。ファーストステージ通過、そして昇進も重ねておめでとう。今日はまだいいかもしれない。この調子でこの後も行けるといいですね。はい、行きますよ。あそこ見えてますから。全然高さ違いますけどね、こことね。ここ目指すところが違いますね。はい、ほんといっぱいトレーニングしないといけないですからね、ファイナルって。参っちゃうな。近未来、何かの製品を製造する工場のようなこのセカンドステージ、そこに挑んでいく男、13回目の出場は皆勤賞。ゲートの向こうから山本慎吾29歳、ファーストステージ今回9回目の成功となり、セカンドステージに進んでまいりました。過去セカンドステージで落ちたのはあの第1回以来ありません。まずはチェーンリアクション、どうだ、2つ目の鎖すぐさま、おっと掴めるか、ちょっと一瞬手が取ってしまったが、果たしてこのタイムロスどうか。山本慎吾、さあ続いてブリッククライム、一目散にこの手袋を軍手を取って、さあこのレンガ足をかけて登っていく。焦ってはいけない、しかしタイムロスは禁物。スパイダーウォークどうだ、残りまだ40秒ある。さあスパイダーウォーク、とにかくスピードがものを言う。ヘルニアあるいは持病の肩の病気、怪我、そういったものを懸命に乗り越えて、そして13回目の出場、まさにサスケ解禁賞の山本。さあどうだ、バランスタンク長谷川サービスステーション。さあエリアマネージャーである、さあどうだ、20秒切ってる、ジャンプ、一気にジャンプ、半分ぐらい残して一気にジャンプ。さあ逆走コンベア、間もなく残り18秒となる。山本慎吾セカンドステージ最初のクリアはなるか。さあ急げ急げ慎吾、どうだ、2つ目の壁を越える。さあ3つ目の壁が上がったか、上がった、あっと足を取られている。山本が間に合わなかった、山本が間に合わなかった、なんだよ、無念の仰向け山本慎吾。参った、本当に。ここまで数々の者たちが挑んでまいりましたサスケ、2005年の新春、今年14回を数えております。さあ続いて挑むのは98人目の挑戦者、サスケ唯一皆勤賞14回目の出場、山本慎吾30歳。山本が初めてサスケに出たのが7年前です。ですから山本は当時23歳、その山本30歳となりました。さあサスケ唯一の皆勤賞である山本慎吾、さあ14回目の出場、皆勤賞の山本、オールスターズはさすがだ。あっという間に登っていく。さあここで残り時間が35秒となりました。山本慎吾ロープクライム最後の難関に行きます。さあ登っていく、現在このファーストステージクリアは12人、13人目のクリア。
今回多いですね。多いですね。もう2人来ますもん絶対。ちょっとさすが慎吾だよって言われるようにします。ちょっと頑張って。あのバランスタンク、そこさえクリアしてくれれば大丈夫。14回目の出場、サスケ唯一の解禁賞、ガソリンスタンド長谷川サービスステーションメディアマネージャー山本慎吾30歳。前回はセカンドステージウォールリフティング、最後の最後足を取られた山本慎吾。今スタート、チェーンリアクション1本目、そして2本目に腕を伸ばしていく。とあっと、ここで思わぬ時間のロスだ。さあ一気に時間を挽回していきたい長谷川サービスステーション。ファーストステージではこの帽子を落としましたが、帽子を乾かしてセカンドステージまた帽子をかぶり直す。おっと、どうしたどうしたどうしたんだ山本。前回もこのセカンドステージ最後の最後、時間との戦い、ウォールリフティング、足を挟まれました。一気に挽回していきたい。残り時間は間もなく30秒だ。このスパイダーウォーク、降りる降りる山本慎吾。サスケ唯一の解禁賞、そして前回はセカンドステージ、そしてサードステージ。おっと、バランスを崩したぞ。何かおかしいぞ山本。残り時間は15秒です。残りは15秒、飛びついていった。さあここから、前回はここで足を取られた。さあ10秒切った。どうか、肩の状態はどうか。2つ目、急げ急げ。3つ目、今回はいった。山本さん、もうやだよ。いや見てるこっちが嫌ですよ。もう疲れちゃった。今何を考えてますか？今何も考えてませんでした。もうとりあえず集中で。武田くんが落ちちゃったので、すごいプレッシャーだと思います。このランブリングダイスをクリアしました。この後のゼッケンをつけた山田勝美も懸命の声を送っている山本に、さまざまな選手の思いを胸に留めて、最後の2人、山本が行きます。ボディープロップ、長身の山本。さあボディープロップ、細身の体、リズミカルに進んでいる。両手をしっかりと、指先を反対方向に向け、さあどうだ。残り1メートル、山本が進む。究極の突っ張りだな。超えました、ボディープロップ成功。山本慎吾ボディープロップ成功です。さあそしてカーテンクリング、前々回、その前と、いずれもクリフハンガーでリタイア。前々回、その前の悔しさを晴らしたい。あっと、立て直した、立て直しました。懸命にカーテンをつかむ長谷川サービスステーション。山本懸命にカーテンをつかむが、山本懸命にカーテンをつかむが、燃え尽きた。カーテンをつかむが、なんで燃え尽きた。何が足りないんでしょうか？足りないのは一つだけじゃないですか、やっぱ気持ちじゃないですか。サスケ15回目、唯一の解禁賞、長谷川サービスステーション、山本慎吾30歳。サスケ唯一の解禁賞、山本慎吾が行きます。第1回から同じこのサスケの山本慎吾の長谷川サービスステーションのこのコスチューム。さあ上からどうだ、山本しがみついた、登っていった。山本慎吾4人目の大丈夫か、大丈夫か、危ない危ない、すっごい辛い。辛い。もういやいや、ドキドキみたいな。乗りたい壁に乗りたい山本。メタルスピン、飛びついていく。オッケー。さあ一気に回っていった。速いぞ。最速タイムだ。いった。
ロップ、残り半分、金が音を立てて揺れている。二の腕の筋肉が揺れている。なんだろうな。でもまたしてもサードステージ、すげえ一番手前じゃないですか僕。さあ続いては97人目の挑戦者、16回目の出場、実にサスケ唯一の皆勤賞、1997年秋以来ずっとサスケに出続けるガソリンスタンド長谷川サービスステーション、山本慎吾31歳、サスケ皆勤賞山本、その姿に変わりなし。山本が行きます。スピード全く衰えなし、技術は進化、スピードは衰えず。そして長谷川サービスステーション、帽子を落としながらもこのローリング丸太をしっかりとクリアしていくあたりのパフォーマンスぶり全く変わりません。さあクロスブリッジ大股でクリアして、そしてジャンプハングだ。ガソリンスタンド長谷川サービスステーションエリア、ガソリンスタンド長谷川サービスステーションエリア、どうしたんだ、どうしたんだ、足だ、どうしたんだ、足すぎた、なんと山本のこのおなじみのチノパンが水に濡れてしまった。長谷川サービスステーションエリアマネージャーの山本慎吾、ここで角度低くまさかの着水をしてしまいました。過去一度はトランポリンちょっとずれてしまった。うわやなっちゃうやな、俺もいつもこんな感じなんだよな本当に。あー今回もでも俺さ全員行くつもりだったんやけど、俺は行くよ。山本さん、やっぱ後半戦になって続々とクリアが、そうですね、続きます。1997年の秋第1回大会から数えまして17回、サスケ唯一の皆勤賞、すべてのサスケに出場を続けるこの男、ガソリンスタンド長谷川サービスステーションエリアマネージャー山本慎吾32歳。サスケの歴史は山本慎吾の歴史でもあります。さあ山本慎吾の17回目のサスケが今始まりました。1997年の秋第1回のサスケが行われた緑山、山本慎吾今32歳となって17歳目、いつもの通りこのローリング丸太で帽子を落としました。山本はリタイアしたことはありません。ここはしっかり得意としているそり立つ壁、この脚力とスピードあっという間に登っていく。さあ残り間もなく20秒、このスピードを持ち味とする山本がさあロープクライム登っていく。17回目の出場、サスケ皆勤賞山本慎吾、ファーストステージ10人目のクリア。じゃあ山さんだけかな。頼むよ山さん。4大会ぶりのサードステージ、17回目の出場、サスケ唯一の皆勤賞山本慎吾32歳です。ガソリンスタンド長谷川サービスステーションエリアマネージャー、そのチームを大きくこの17回目にして上がりました。さあバランスタンク慎重に慎重に進んでいく、ここから飛んだ、ここから飛んだ、さあメタルスピン、山本掴んだ、離さない。さあパワーはどうか、山本くぐった足が挟まれた、山本慎吾サードステージ進出、さすがの速さ、7人目のクリアです。頑張ってね、白鳥文平が姿を消しました。武田俊宏も姿を消しました。サスケオールスターズ、残るはこの2人、自身にとって3度目のファイナルステージ進出は果たしてなるか。長谷川サービスステーションエリアマネージャー山本慎吾32歳、
サスケ解禁賞、17回目のサスケに17回目の山本慎吾。さあ山本慎吾です。今までのサスケの歴史をすべて見てまいりました。この山本慎吾、いろんなことがサスケにはありましたと語っています。さあどうだ、左手伸ばした、ちょっと一旦つまずいてしまった、ここはどうだ、越える。さあそして右左と前に前に進んでいきまして、まずは最初のアームリングをクリアしました山本慎吾。思った以上に手間がかかってしまったというそんな表情でしょうか。さあボディープロップに挑みます。この第一エリアのアームリングのわずかなロスがどう響いてしまうか。笑顔を努めて心がけているようです。1997年の秋、山本慎吾23歳、初めて挑んだこのサスケ、3度目のチャレンジでファイナルまで行きました。23歳で初挑戦したこのサスケと共に山本は歩んできました。今32歳の山本がなんとこのボディープロップで落ちてしまった。なんでやねんな、どうしちゃったんだろう。結構絶対しがみついてるつもりだったんですけど、一瞬もう右足スパーンと、あ、動いたと思ったらもう水の中だったんで。やはりここはオールスターズの意地よ。ちょっと意地見したいんだよね、これ本当に。頑張れ。男を待ち構える9つのエリア、サスケの歴史はこの山本の歴史でもあります。何度手にかけたかこの赤いボタン、しかし完全リニューアルされたサスケファーストステージ、いよいよ1人目のサスケオールスターズの登場です。おなじみの家たちです。サスケ唯一の解禁賞、ガソリンスタンド長谷川サービスステーション、エリアマネージャー山本慎吾32歳。さあオールスターズにとって新しいサスケはどうなんだ。今山本スタート、いよいよ登場オールスターズ、また先陣切って山本です。ロックグリップ、あえてマラソンでゼッケンを、早めのゼッケンを選び、オールスターズの先陣を切って登場してきた山本慎吾。サスケ唯一の解禁賞、ガタガタグラグラ揺れる中、第3エリアのポールメイズに進んだ、飛びついた、しっかりとポールをコントロールしていく、おなじみガソリンスタンド長谷川サービスステーションのエリアマネージャーになりました。目の前で18歳の長崎俊介の弟長崎が見事に大ファーストステージをクリアしてまいりました。さあオールスターズの登場に沸きます。山本慎吾が進んでいく、この辺りは軽快です。さあ続いてはバッティングリッチ、足を取られた、足を取られた、思わず危ないと声が出た。18回目の出場になりましたオールスターズ、山本慎吾あと1分あります。グレートボール、そり立つ壁は何度も相対してきた、右だった、右手がかかったが滑り落ちた。さあ、サスケオールスターズ第一の挑戦者、山本慎吾、グレートボールを越えてまいりました。目の前で18歳の長崎高政が越えてきた、その後に登場のオールスター、オールスターズの威信にかけても、ここは通らなければいけないファーストステージ。フライングシュート、大きな滑り台を滑る、初めて体験するエリアの数々、オールスターズ、オールスターズ、よっしゃ、よっしゃ、何でよ、アルサイズ、アルサイズ、山本慎吾、サスケオールスターズ、まずは山本慎吾が新サスケファーストステージに散りました。前回まではセカンドステージにあったスパイダーボールド、そのままに見事にクリアしてまいりました。そして高さを増したグレートウォール、
1度目は右手をかけましたが阻まれた。キャップを逆にかぶって、そしてこのえんじ色のポロシャツ、おなじみのチノパンスタイルの山本慎吾。そして初めてフライングシュート、ロープにしっかりと捕まり、あとはこのロープを下っていくというところ、帽子が振り落とされました。ここから左腕、そして右手をかけて降りていこうというところ、オールスターズ先陣を切って登場の山本慎吾、まさかまさかの新サスケ、ファーストステージでのリタイアとなりました。もう誰もがいけると思いましたからね。俺自分でもうここでもういけると思って、まいったー、もったいなかったー。自信ありますね。完全に暮れました緑山、そしてこの時間にようやく一番星が姿を現しました。さあその一番星にこれから続いていくつの星がこのファーストステージの頭上輝いていくのでしょうか。続いて登場してまいりました19回目の出場はサスケ唯一の皆勤賞、おなじみのユニフォームの男がここにいる長谷川サービスステージョン、山本慎吾33歳。山田浩二に続いているか、81人目のチャレンジャー山本慎吾、19回目のサスケファーストステージに挑みます。過去この山本はファーストステージを12回クリアしております。すさまじく高い確率でこのファーストステージをクリアしてはいますが、ただ時折見せるそのケアレスミスも山本慎吾の中にある。危ない危ない危ない、前回はこのファーストステージで落ちてしまった。さあ山本、今回は前回の二の鉄を踏むわけにはいかない。完全に夜空となった緑山。さあそしてセミシングでも声を潜めました山本慎吾、ちょっとつまずきながらも進んでいく。さあ続いて難関のジャンピングスパイダー山本慎吾、乗り込まれた。難関のジャンピングスパイダー山本慎吾、乗り込まれた。ジャンピングスパイダーで山本慎吾が飲み込まれてしまった。その山本を飲み込んだのがこのジャンピングスパイダー。今日何人もの猛者たちを飲み込んできたこの魔の池に山本慎吾までもが飲み込まれてしまいました。うわー、やっちゃうな。もうオールスターズ見守ってましたが、あんなかっこいいとこ見せなかったな。いっぺん止まるって頭に入れたんで、うん、止まる、止まるって止まれました。さあ行くね、頑張って。2人目、あ、2人目、山本さんが多分2人目になってくれると思います。大丈夫です、間違いなく2人目に行きます。それがオールスターズです。いや、すげえ緊張した。ここまで80人をやり終えて、クリアはわずかに1人のサスケファーストステージ。さあこの難攻不落、ボタンを押すことができるか。登場してくるのはサスケ第1回から今大会20回まで全てにおいて出場している皆勤賞。20回目の出場はガソリンスタンド長谷川サービスステーションエリアマネージャー山本慎吾33歳。桜咲く2008年春のサスケに山本慎吾20回目のチャレンジ。97年の秋第1回大会から
全てにおいて名を連ねてまいりました。ただ一人の20回全ての味を知る男。雨の中のサスケもあった、灼熱の地獄のサスケもあった、寒さに凍えたサスケもあった。全ての中で自然の条件の中で戦ってまいりました山本慎吾。エリアマネージャー長谷川サービスステーション、おなじみのこのエビ茶色のユニフォームであります山本慎吾33歳。思えば自らの人生の3分の1をこのサスケに費やしている。さあ20回目、山本慎吾が飛んでいく。どうだ着地、おっとどうした、なんと山本慎吾まで。20回目のサスケとは恐るべし。20回の記念大会、何が記念なのか。しゃがめつったよ俺、あそこそんなにやばい。どうしたのか、ね、落ちたとこが山本慎吾までもが、おい、このハーフパイプアタックの場の沼地、引きずり込まれてしまうとは誰が予想したことか。ハーフパイプアタック、ここまで全く問題なし。そして山本が一気にここから駆け抜けていく様を思い描いた人も多いでしょう。しかしなぜ山本が着地を誤るというこの痛恨のミスをここでしでかしてしまうのか。灼熱のサスケも極寒のサスケも雨のサスケも知っている、その山本にとってこの20回目のサスケとは一体どんなサスケなのか。まさに魔のサスケです。やるんだよな俺こういうところで、こういうの。いやー、ファーストステージがまたも高く立ちはだかりましたね。うっそー、全然余裕だったのにここまで。もったいない、あんなところで落ちるのすっごいもったいない。すごいいいペースでしたね。そう、最高だよ、ね。なんか絶対行かなきゃいけないってプレッシャーがある。ここまで70人、ファーストステージをクリアしたのは台湾出身のリー・エンチただ一人、日本勢はここまでゼロ。さあ果たしてこのサスケを知り尽くすこの男はファーストステージのフィニッシュボタンを押すことができるのか。1997年秋に始まるこのサスケ、21回目のサスケにして21回全てに出場、ただ一人のサスケ解禁賞。21回目の出場は東京板橋区首都高5号線中台インター近くのガソリンスタンド、長谷川サービスステーションエリアマネージャー山本慎吾34歳。サスケ解禁賞、山本慎吾が行きます。前回のサスケは山本にとって本当に悔しいものでした。あのハーフパイプアタックで勢い余って緑山の沼に落ちてしまいました。着地の後に着水をしてしまいました。その前回のあの悔しさを、まさに山本にとって痛恨のケアレスミスを今回2008年の秋晴らしていきたいところです。さあ山本、全く問題ありません。なぜなら彼は21回目のサスケの出場解禁賞です。さあその34歳となった山本にとって前回涙を飲んだこのハーフパイプアタックはどうでしょうか。ここで前回涙を飲んだが大丈夫だ、さすがです。この辺りは見事に前回の悔しさを晴らしていく。1回で登ったそり立つ壁、山本慎吾さすが解禁賞の実力。残りはこの時点で間もなく50秒というところ。さあここはあえて勢いを殺して、そしてしがみついた、しがみついた。さあ山本足を伸ばして向こう側ネットのところにたどり着けるか。あっとちょっと宙づり、いや遊んでます、遊んでない、フレ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 。ここでちょっと時間がロスをしているが、さあなんとか動いていきたい。どうする、思いってもうここは手を伸ばした。さあ手を伸ばして
体を振っていきたい。残り27秒、残り25秒、足をついてはならない。さあどうだ、さあ向こう側につま先がかかるか、やーっとかからない、かからない。足気をつけて、足気をつけて、つけ。なんと山本ここで止まっている。ああ、着水だー。これは無念。もう一回、もう一回。ああ、なんだ、そこで足の。なんであんなビビって言うんだ、喉ザーッと言うから。なんとあえてスピードを殺したものがあだとなってしまったのか。フライングシュート、このフライングシュートはあえてスピードを殺すというその手段に打って出ましたが、これが逆に慎重さあだとなったのか、向こう側へ体がうまく振られなかったのか。時間的にもいいペースで来ていたが、ここでまさかの足止めを食ってしまった山本慎吾。残念ながらここでリタイアです。21回の経験があってもサスケは怖いですか。一つでも噛み合わないとこうなっちゃいますからね。次の慎吾さんは行きます、ね、行く行く行く、今日は行く。誰が呼んだか、サスケオールスターズ。サスケオールスターズの面々はファイナルステージのその麓に立つことが使命とされています。この赤いボタンは未だ30人チャレンジし、誰も制限時間内に押すことはできていません。今回はサスケオールスターズも分散型ということで早い段階から登場。しかしあの最初に完全制覇の毛ガニの秋山和彦は姿を消しています。続いてはゼッケン31番に2人目のサスケオールスターズの登場。この桜のように満開となるか。ガソリンスタンド長谷川サービスステーションメディアマネージャー、唯一の解禁賞男山本慎吾です。31番目に山本慎吾登場。この4大会はファーストステージ敗退というオールスターのメンバーらしくない山本慎吾は結果を残しています。ここもうまい、静かにサークルハンマー。第3エリアはロックグリップ。しかしこの山本慎吾はこのサスケ歴史の中で唯一の解禁賞、もちろん今回22回大会も出場。えんじのポロシャツに、そして紺色のキャップを逆にかぶる。さあ山本慎吾が先に行く。ここまで30人、未だクリアゼロ。2009サスケ春、さあ山本慎吾の登場に緑山は沸いています。さあ一気に切るか、ハーフパイプアタック、しっかり掴んだ。ここ4大会連続ファーストステージ敗退という。山本来た、どうした、またかよ、もう急ぎすぎだよ。山本来た、どうした、サスケオールスターズ山本慎吾。油断以外の何者でもない。サスケオールスターズ唯一の解禁賞。ここでしっかりとロープを掴んだ。そしてこの小島、ここまでは完璧でした。時間もあった。しかしなぜかここの細い橋、ここでバランスを崩してしまった。やっちゃった。いやもうあの着地してあそこ通った時に俺斜めになってるって全然気づいてなかった。なってるね、うん、なってた。どんな気持ち、いける、いってるイメージ。変なミスさえしなきゃ俺は絶対大丈夫だよ。22回延べ2200人がこのサスケに挑みました。その2200人の中でたった一人だけこのサスケに出続け、この頂を目指す者がいます。ただその男にとってもファーストステージが鬼門。ここのところ5大会連続ファーストステージリタイアという負のスパイラルに陥っています。23回目の出場、サスケ唯一の解禁賞、おなじみエンジポロシャツのこの男です。ガソリンスタンド長谷川サービスステーションエリアマネージャー山本慎吾、35歳。サスケオールスターズ2人目の男は山本慎吾です。
12段跳び、そしてカーテンスライダー。5大会連続ファーストステージリタイア、コースアウトもあった。もうケアレスミスは許されないところに来ています。サスケオールスターズ出場、今回は4人。すでにミスターサスケが消えた。山本どうだ。よし、このサスケの出場、それとともにチーム上がり、現在はエリアマネージャー長谷川サービスステーションで働く山本慎吾、まだ35歳です。この負の連鎖から抜け出せるか。コースアウトはダメだぞ。しっかりバランスを取りながら赤い橋、そして反り立つ壁。おっとどうした、おっとどうした。さあ2度目手がかかりました。3年ぶりのファーストステージクリアに向け視界は開けてきた。あと3つのエリア。さあスライダージャンプに行く。初挑戦、山本慎吾オールスターズ。さあサスケオールスターズ初めてのクリアはこの山本か。帽子が飛んだ。これはいつものこと。ショートパンツに、そしてエンジのポロシャツ。長谷川サービスステーションメディアマネージャー、残り30秒。さあ来たぞ、3年ぶり、黄色い扉が開くのはもう間もなく。サスケオールスターズ山本慎吾、23回連続出場、唯一の皆勤賞、3年ぶり、開いた開いた。あなたすげえバテた。山本おかえり。サスケオールスターズ唯一の皆勤賞、山本慎吾帰ってきた。オールスターズ山本慎吾が93番目に登場してきました。3年間このファーストステージ、実に5大会連続で赤いボタン、黄色いゲートを開けられなかった。この時点ですでに笑顔が見られた。3年ぶり、世代交代はまださせない。オールスターズ1人目の男は山本慎吾です。おめでとうございます。泣きそう。本当にもういけないと思ってたから嬉しいわ。おかえりなさい。ただいま。オールスターズが久々に来ましたね。ついていきますよ。涙出てねえよ。いやいやいや、俺でな、もう涙出る前疲れちゃった。本当に疲れてた。このまま5大会ぶりのサード行きたい。マジ行きたい。行かしてくれ。新生か、あるいは予選会組か、あるいはオールスターズか。その内訳になったセカンドステージ、16人が残った。しかし予選会組は苦しんでいます。残った2人は経験者、高橋健二、そして奥山義行。いよいよオールスターズが登場してきます。サスケ唯一の皆勤賞、ガソリンスタンド長谷川サービスステーションエリアマネージャー山本慎吾35歳、3年ぶりのセカンドステージだ。やるよ。さあ山本慎吾帰ってきたが、セカンドステージたどり着いた。しかし3年ぶりということはサーモンラダーは初めてオールスターズの山本慎吾がサーモンラダーに挑んでいる。ここまではいった。しかしずれながらもなんとか上に行く長谷川サービスステーション山本慎吾。行きました。サスケ唯一の皆勤賞、97年から出場している山本慎吾。アンステーブルブリッジ60センチの板、さあ長さは1メートル80センチ。山本慎吾が行く行く行って、どうだ着地は、足がたどり着いた。残りは17秒を切った。メタルスピン、
勝。時間がありません。残り10秒を切りました。30キロ危ない。さあ続いて40キロ帽子を取った。時間がない。残り4秒だ。50キロの壁を越えてボタンを押した。やっていけたよ、さあ第3ステージ。ー何年ぶりだ俺。3年ぶりですね。やったマジか、すげえ嬉しいわ。確かに次の行こう行こう行く。もうね、俺の夢叶えて。うん、マジでね、ファイナルステージさ、オールスターズで行くとか。史上最高レベルの7人が揃ったサードステージではありますが、そうやすやすとはファイナルステージの切符は渡さんとばかりに、8つのエリア、まさに8つの関所が男たちをふるいにかけています。2001年春第7回大会ファイナルステージ進出以来、8年半ぶり3回目のファイナル進出はなるのか。帰ってきましたサスケ唯一の皆勤賞、長谷川サービスステーションメディアマネージャー山本慎吾が挑みます。6大会ぶりのサードステージ、久しぶりに見る山本のサードステージでの勇姿。さあどうした、外れたと言ったか、今肩なのか持病の肩か、痛いと言っている。ダメだダメだ、あー落ちろ落ちろ落ちろ。古傷の左肩が外れた。トレナさん、ここで山本にアクシデント。古傷の左肩が悲鳴を上げたか。8年半ぶりのファイナルステージはついえました。全然疲れてない状態でこうやって終わるのって、一番何のためにここまで来たのかな、それが一番もうね悔い残る。何がいけないんだろう。1週間を押していく39歳奥山義行、10人目のクリア。ここでようやく笑顔が出ました。結構来るんだねこれ。奥山にとってここは通過点です。いよいよですが、いきますよ。いかがですか。やりますよこのまま。サスケというこの道は一体どこまで続いていくのか。そこに道がある限り、サスケを求める者たちの歩みはとどまることを知りません。そして続けていくということがいかに大変なことなのか、この第1回大会から全てにわたるファーストステージを知っている男がこれから24回目のスタート時間を迎えようとしております。前回実に3年ぶりにサードステージに帰った男、長谷川サービスステーションエリアマネージャー山本慎吾35歳。風貌衣装全く第1回の頃から変わらず、山本慎吾が行きます。トレードマークキャップをかぶり、そしてこの進みが速い、いいスピードを見せております。35歳、山本の足は今年も健在だ。おなじみのこのえんじ色の長谷川サービスステーションシャツを身に包んだ。さあ続いてどうだ、山本慎吾ジャンピングスパイダー。2年前はここでリタイアしてしまったこともある。しかしながら足元は救われません。ハーフパイプアタック、前々回はここで涙を飲んだ。さあどうだ、山本コールがこだまする、掴んだ。そしておっと1回ちょっと体を振られたが、長谷川サービスステーションエリアマネージャー、おっと山本危ない。どうしたか。さあ着地、ここで着地しました。このタイムのロスはどうか、落ち着くことも大事か。さあどうだ、1回で登りたいが助走をつけて、さあもう一度山本慎吾のバット滑り落ちる。さあ山本慎吾ちょっと悔しさを前に出した。さあどうだ山本、右手から登っていった。さあ残り時間は40秒だ。サスケ唯一の皆勤賞24回目の出場、山本慎吾ファーストステージのクリアはなるか。残り30秒、
さあどうだ、しがみついた、残り間もなく20秒となる、もうタイムロスは許されない、もうロスは許されない、時間は時を待ってくれ。さあ山本いけるか、残り15秒だ、山本の息がこだましている、吐息がこだまする、苦しそうだ、残り10秒を切った、ここで警告のブザー、山本慎吾、サスケ唯一の皆勤賞、24回目の山本、またああいうミスを。この2010年の元日、山本肩を落とします。オールスターズの一角がここで崩されてしまいました。24回すべてのサスケを知っている皆勤賞山本、ハーフパイプアタック、ここで1回で着地ができなかった、確かに足元を救われる危険性がある、そして2回目、ここも足の裏がつきながらも着地ができなかった、そして3回目、この辺りのタイムロスが響いてしまったのか、そして動揺が表に出てしまったのか、そり立つ壁で跳ね返されて、悔しさのあまりに壁を手で叩いた、なんとか登っていった、しかしながらその時は待ってくれませんでした。2分間という制限時間、サスケ唯一の皆勤賞山本慎吾、なんと無念か、山本にとってあのハーフパイプアタック、頭を抱え、そして腰を折って、ここで無念のブザーを聞いてしまいました。いや、もう飛びついた瞬間いつもと同じじゃなかったから、やばいなと思ったからね、慎重になりすぎちゃった。もうファーストでリタイアする山本さんは見ないと思っていました。いや俺も絶対ないと思ってた。あちょっとヘッポコはヘッポコない、ちょっと俺は今日は頑張る。人目の成功者、13年間の歴史の中で皆勤賞を割ったら一人、その13年間の歴史を全て知る男が90番の番号をつけてスタートラインに立ちました。25回目の出場、サスケ唯一の皆勤賞、おなじみガソリンスタンド長谷川サービスステーションエリアマネージャー山本慎吾35歳、抽選で90番の番号を勝ち取った、その運の味方につけた山本の2010年ハラハラ滑った、これは驚きました山本慎吾。ただ山本は2010年の元日は第一ステージでリタイアしています。さあここは慎重にいきたい山本慎吾、助走をつけて飛んだ山本、しっかりと掴んだ、そして下からいく。25回目の出場、唯一の皆勤賞、さあサスケを知り尽くしている男はここも難なく行きました。しかしちょっと時間も使いました。ブリッジジャンプ山本慎吾、山本慎吾のブリッジジャンプ、これは問題なし。そしてロックグリップに行きます、長谷川サービスステーションの山本。さあ山本の目にこの新しくなった25回目のサスケはどう映っているか、そり立つ壁、問題ありません、肩の状態も心配なさそうだ。さあ山本、勝負のサークルスライダー、山本飛んだ飛んだ、さあ山本慎吾いきます、まだ30秒残っている、この当たりはさあ順調に来た、これが山本慎吾という男、25回目の出場、時間は十分20秒以上残っている。さあ山本ちょっと時間がかかったか、ちょっと時間がかかっている、しかし登り切る登り切る、山本慎吾がファーストステージをクリアした。
山本慎吾がファーストステージをクリア。帽子も取れませんでした。山本見事なパフォーマンス、6秒85を残してのフィニッシュでした。25回目の出場、唯一の皆勤賞の山本慎吾。山本慎吾も13年の歴史を経て35歳になりました。まだ帽子は取れていません。そして反り立つ壁に向かう山本慎吾。これが25回目の出場、過去13回のファーストステージクリアがあります。ただ14回目のクリアで帽子が脱げなかったのは初めての山本慎吾。見事なこのパフォーマンスでした。いやでもね、このね瞬間を楽しみで来てるのもありますからね、よし、今日何か起こるかもしれない。さてと、重いなチャレンジしていきました。行きたいな。背負ってるものは大きいですね。はい、久しぶりですからこういう感覚でっか。セカンドステージ、残るチャレンジャーは2人です。このセカンドステージに生き残ったサスケオールスターズ、残ったもう1人が登場してまいります。このセカンドステージ95秒以内に突破し、サードステージへと進出することができるのか。数々の難関がチャレンジャーたちを飲み込んでいきます。ミスターサスケ山田の背中も、秋山の長野の完全制覇もその目で見てきました。そしてここから新旧交代の波も自らの目で見ていかなければならないのか、それともその波を打ち返すのか。サスケ唯一の皆勤賞、山本慎吾35歳。頑張れ。東京のガソリンスタンド長谷川サービスステーションエリアマネージャー山本慎吾、ケツを打ちつけ痛えと声を上げる。この人間性もサスケファンには人気。まだここで山本が消えてはならない、消えてはいけない。サスケオールスターズ、残った、残った、山本残った。まずこのセカンドステージ、ああ帽子が落ちた。武田はこのセカンドで散りました。山本はどうだ、山本はどうなんだ、生き残るのか、生き残るのか。生き残りたい、その気持ちだけが山本の体を動かします。まだ飲み込まれない、まだ新旧交代に俺は飲み込まれない。バランスタンク慎重に飛び移る、慎重に飛び移る。山本は水の中へ落ちた。うわあ、マジか。飛び移る、山本は水の中へ落ちた。いい、水の中へ落ちた。サスケオールスターズ全滅。山本までもが歴史の過去のページとなってしまった。このバランスタンク慎重に進む、その視線の先にあった縄に飛び移り掴もうとした瞬間、力は残っていませんでした。サスケのこの夜の沼地へと山本慎吾までもが引きずり込まれていきました。なんだろうね、ほんとね。26回目でしたっけ。もうね、26回経っても無理、これ緊張しちゃって。第1回大会を知るのは今回の出場者ではミスターサスケ山田勝己と、そしてこの山本慎吾です。山本は今回はオールスターズとして絶対に負けられない戦い、さらにはアメリカから忍者ウォリアーも絡んできた。サスケの全ての歴史を知る男はこのファーストステージでどんなパフォーマンスを見せてくれるのか。26回目の出場は、そう、サスケ唯一の皆勤賞、
ガソリンスタンド長谷川サービスステーションエリアマネージャー、えんじのシャツを着る男、山本慎吾36歳、絶好調宣言の2011年です。サスケ唯一の解禁賞、山本が行く。絶好調で迎えたこの新春26回目のサスケです。前回の大会25回大会はセカンドに進みました。世代交代が叫ばれる中で第1回から出場し続けています。ただ山本慎吾もまだと言っていい36歳です。足しっかり入れて、さあ足をしっかりと入れた。オールスターズの面々が声援を送っています。ローリングエスカルゴ、さあ濃紺の帽子を飛ばしながら進んでいくのか。帽子は飛ばない、帽子は飛ば、山本は飛んでしまった。帽子は飛ばない、帽子は飛ば、山本は飛んでしまった。耐えて耐えて耐えて、大丈夫。山本は飛んではいけない。足突っ張るよ、突っ張って突っ張れ。これは年齢なのか何なのか、サスケ唯一の皆勤賞、山本慎吾。ただでさえ武田がいない、毛刈りの秋山もいない、白鳥文平もいないオールスターズ、誰にオールスターズは託せばいいのか。長野誠が引き上げてこの男の無念を晴らしてくれるでしょう。絶好調で迎えた26回目の出場となった皆勤賞の山本慎吾。サスケの歴史こそがこの山本の歴史。いつもですとこの辺り帽子が飛ぶはずですが、帽子ではなくこの遠心力に負けてしまったのは36歳山本慎吾の体でした。あと半回転か。サスケオールスターズが消えていく2011年。いや今までサスケ26回やってて、これやってる時にやばいこれって思ったこと実際ないんですよ。これなんか知らないけど回ってる間に、あ、なんだろうこの力どうやって入れるのってなんかもう分かんなくなっちゃって、初めての感覚で。このサスケにおける記録保持者がやってまいりました。唯一の27回全てに出場している皆勤賞、長谷川サービスステーション山本慎吾37歳。おなじみのえんじのシャツ、山本慎吾やってまいりました。さあ皆勤賞の山本慎吾、1997年の秋に行われたこのサスケの第1回大会から全てにわたり出場している山本慎吾です。その間この長谷川サービスステーションガソリンスタンドで山本は出世を歩んでまいりました。前回はこのローリングエスカルゴでリタイアしてしまった山本、前回の二の鉄は踏みません。さあどうでしょうか、これはどうだ、飛びつきました、ジャイアントスイングクリア。さあ山本慎吾勢いに乗ってまいりましたか。36歳山本、ここもしっかりと両手両足両サイドの壁をきっちりとプッシュしてジャンピングスパイダー、ここもクリアしました。さあハーフパイプアタック、ここはどうだい、山本慎吾、山本がアタック、さあそして捕まって着地、これもクリア、山本慎吾。前々回の大会はセカンドステージに進んだ、しかしながら前回はこのファーストステージで敗れ去った山本慎吾、27回目のチャレンジ、27回目、そり立つ壁を登っていく山本慎吾、登った、残り時間はここで50秒をすでに切っております。さあ初体験のスピンブリッジ、山本慎吾危ない、初体験のスピンブリッジ、山本慎吾危ない、山本慎吾急ぐの、まさかスピンブリッジで落ちてしまうとは。せっかく流れに乗ってきた、しかしながらこんなところに落とし穴、3つ目のスピン、そして4つ目、体がバランスを崩しそのまま立て直すことはできなかった長谷川サービスステーション
27回目の出場、山本慎吾、スピンブリッジでサスケを去ります。あーもったいねまたかよ。あーマジで予測きましたね。あいつこれダメだったら引退だからな俺。で無理して無理せんで。あ無理無理あ今みたいに、うん、16年間つわものたちが挑んできたこの鋼鉄の魔城、サスケのファイナルステージという完全制覇のその夢と戦い続けてきた男たち、そしてこのサスケの唯一の皆勤賞が28回大会のスタート地点に立っている。98人目皆勤賞山本慎吾38歳、ただ一人第1回から全てのサスケを知り尽くすその男山本慎吾、オールスターズ山本慎吾が行きました。99年3月、2001年3月、過去おっと危ない、どうだローリングエスカルゴ、ちょっとスムースに回転しない、2回転、さあ山本慎吾 3回転、ジャンプした。目の前で武田がまさかのリタイアがあった。さあ山本慎吾どうだ、危ない、おっと山本、山本これはダメだ、山本もここで落ちてしまった。オールスターズに何が起きているのか、スピンブリッジ山本慎吾まさかのリタイア。やっぱりもう昔のようにちょっと寂しいんですけど、太陽が体がついてってないなって池今入った瞬間思っちゃいましたね。まあ僕も今回で引退っていうのを決めて、また新たにちょっと新しい自分の人生を歩みたいと思ってます。はい、どうもありがとうございました。ありがとうございます。はい、自分のことなんで自分の好きなようにやってほしいと思います。ありがとうございます。弱気になってしまった神蔵元宏、はあ、サスケの全てを知る男がまたこのサスケに戻ってきました。ゼッケンナンバー36番、サスケ唯一の皆勤賞、自動車整備工場勤務、山本慎吾38歳。15年にわたるサスケ史で唯一皆勤賞、この山本慎吾いった、ロングジャンプ行きました。前回大会は悔しい思いをしました。さあロググリップ、サスケのために生きてきた男、サスケの全てを知る肉体に刻まれたそのサスケの魂をこのヘッジホッククリア。さあジャンプハングです。サスケのために専属トレーナーをつけました。このジャンプハングはお手の物、行きました山本慎吾、サスケ唯一の皆勤賞、自動車整備工場勤務です。さあ残りは1分を切っています。2連そり立つ壁、4メートルの壁を簡単に行きました。この15年のサスケの歴史の中で山本慎吾
仕事はガソリンスタンドから車整備工場に変わりましたが、さあ行った、さあ行った山本慎吾、サスケの全てを知る男、残りは30秒以上あります。さあターザンロープからのロープラダー、行きました行きました、余裕だ余裕だ、残りは25秒、余裕だ、このファーストステージ残りは20秒、冷静に冷静にゆっくりで大丈夫。さあ15秒残しています。ファーストステージクリア、山本慎吾38歳。このサスケ2013ファーストステージ、まず最初にクリアしたのは山本慎吾でした。すごかった、やった、おめでとうございます。さすがの、いけたよいけたよ、本当に。いや、もう泣きそう。経験上ここまで来た時の心境が分かるんで、ただ相当やばいと思います。あの、溺れないかなと思って、大丈夫かなと思って。俺すっかりと闇に覆われました緑山、いよいよセカンドステージが始まります。サードステージ進出は果たして何人となるのか。ファーストステージをクリアしてきた21人がこのセカンドステージのスタート地点に立ちます。まずセカンドステージに挑んでいくのはこの男、ナンバー36番、サスケ唯一の皆勤賞、過去2度ファイナリストとなっております、自動車整備工場勤務、山本慎吾です。さあ山本慎吾が行きました、クロススライダー着地しました。浮島に着地した山本慎吾、スワップサーモンラダー、まずは一つ目ぶら下がって一ついった、向きを変えます。今度は二つ目、難しいという声が出てましたが、さあどうだ、山本慎吾体を振っていきました。さあ今度は再び向きを変えます。制限時間は90秒間です。足を大きく振って、さあ行った、さああと一つだ、あと一つです。山本慎吾、サスケ皆勤賞29回目のチャレンジ、行きました、スワップサーモンラダーをクリア、38歳山本慎吾、アンステーブルブリッジ、どうだ、足を伸ばす、おっと、もう一度体を振って、うまくいきました。さあ続いてスパイダーウォークです。山本慎吾、残り今30秒となりました、残りが30秒を切ってきた。さあ山本慎吾、急がなくてはならない、ここから難関バックストリーム、さあ泳がなくてはならない、どうだ、泳いでいく山本、残りが15秒となった。さあ水の中を行く、向かってくる波がある、波が向かってきている、あっと逆戻りしてしまった、戻ってしまった、残り5秒4秒、あー山本力尽きた、進めなかった、水の中を前へ進めなかった。プールどうされました？あのね、息が持たないの。いや想像通りだったんだけど、でもほら根性でいけると思ったらもう死んじゃうと思った。今これ残り20秒を切ったところ、山本慎吾皆勤賞、山本今回もファーストステージはクリアです。あんな真似でついていかんでいいから、うん、ついてくるなよ。はい、サスケのセカンドステージ、エリア一つ一つが選手たちの体力を奪っていく。さあそのセカンドステージにただ一人のサスケ皆勤賞、30回目の出場、山本慎吾スタートしました。39歳となりました山本慎吾です。30回目の記念大会、トータル3000人というこの
チャレンジの中でただ一人30回全てを知っている男。前回このスワップサーモンラダーは経験済み。ただ前回はバックストリームで涙を飲みました。さあ山本、つま先がちょっとアンステーブルブリッジに当たったが大丈夫。来年は不惑の年を迎えます。40歳、いや今年の7月に40歳になります。さあ山本、スパイダーウォークからスパイダードロップへ。1974年7月29日生まれ。よし、いけるぞ。今月40歳になる山本です。さあ山本、前回リタイアしたバックストリーム、プールの中に入りました。さあ水槽で水をかき始めたが、これはどうした。なんだよ、やっぱ苦しいんだ。どうした、しんちゃん、いけ。息が詰まってしまった。あー、これは進むことができない。山本、残り時間がここでなくなってしまいました。息が苦しい。もうだからそれだけ俺だってそれだけ苦しいんだよ。戻った時に水飲んだのか、飲んじゃったのかな、飲んでも行けばいいのにね。これもう苦しい状態で水がこうかかってくると、だんだんこれ息しなくなっちゃうんじゃないのとか、いや一瞬思っちゃった今。いやちょっともう落ち着いていけば、一個一個いけば全然落ちるところはないと思うんで。おぼろ月が見守るこの緑山、浮かび上がる鋼鉄の魔女サスケの全ての歴史を知っています。サスケ唯一の皆勤賞、山本慎吾40歳ガソリンスタンドアルバイトから正社員へ、そして車整備工場の責任者、さらにはおっと、なんだと、ここで皆勤賞の、一体どうしたというんだ。やっちゃったよ、やっちゃったよ、また何かあるような気がする呆然。結構昔もうそんな感じで飛んでたんで、まあ十何年違うもんね、もうね、あの時からね。サスケ唯一の皆勤賞も、これは初めてダブルペンダラム、そして1回目だ。なんだな、やっぱなくなって、なんかもう無理なのかなと思っちゃうよ。サスケがこの世に降臨してから全てを知る男がいます。サスケ皆勤賞、トレーニングジム経営、山本慎吾。武田に続けるか、サスケオールスターズ、キャップを後ろにかぶった。さあクワッドステップス、落ち着いていきたい。ローリングヒル越えていきます。今度は下り、唯一の皆勤賞山本慎吾もここ2大会はファーストステージでリタイアしています。そしてこのタイファイター、秋山が去った、長野が去った。さあサスケオールスターズ、武田に続くことができるか、山本慎吾。新エリア、フィッシュボーン、サスケ皆勤賞の男、早いて、早い、早いて、行け、行け、超えていった。さあダブルペンダルム、止め、なんということだ。これだけの経
つ男が。サスケが生まれて20年、実に今大会は34回目となりました。このすべての歴史を知るたった一人の男、並のアスリートなら引退の年です。トレーニングジム経営、山本慎吾が今年も緑山に立つ。43歳の挑戦。さあ、すべての歴史を知る男、山本慎吾、クワッドステップス、サスケオールスターズ、武田に続けるか。ローリングヒルを越えていく。43歳の男がこのサスケに挑戦している。波の中年ならば第一エリアで落ちてしまうような、そんな厳しいこのファーストステージ、挑み続けているこの男、山本慎吾、43歳。さあ、フィッシュボーン、落ち着いていきたい。さあ、20本、前回から2本増えているこのボール、4本いった、いきました。すべての歴史を知る男、山本慎吾、ダブルペンダラバンダー、山本慎吾ダブルペンダラバンダダブルペンデラバーンだ。何度も踏んだこのトランポリン、感覚がずれ始めているのか。前回に続いてダブルペンダラムでリタイア。普段の多分山本さんだと問題ないと思うんですけど、多分前回失敗してるっていうのがかなりプレッシャーになっちゃったんじゃないかなと思います。いや、もったいないですね。見てないですよ、あと膝曲がりましたよね、クッション見てないから。なんだよ、ちょっともうトラウマになるよこれ。頑張って。ファーストクリアするとこ見たい。はい、はい、俺はあそこでダーリングをすると、たまには行ってほしい。かっこいいとこ見たい。だよな。頼むね。スポーツ界ではサッカーの三浦知良、ピョンチャンの空を飛んだスキージャンプ葛西紀明、レジェンドがいます。名もなき男たちのオリンピック、このサスケにもレジェンドがいる。35回の歴史すべてを知る男、山本慎吾、サスケ唯一の皆勤賞。さあ、キャップを後ろに回して、山本慎吾43歳がクワッドステップス、掛け声とともに超えていきました。さあ、ローリングヒル、山本慎吾が下っていく。さあ、35回の歴史すべてを知る男が飛びました。一瞬たりとも気を抜けないこのサスケ、ハイファイター、体勢は十分か。山本慎吾、43歳、超えていきました。そしてフィッシュボーン、慎重にタイミングを測ります。22本に増えた魚の骨、フィッシュボーン、超えていかんと。超えていかんと。これがサスケの恐ろしさ、すべてを知る男でも。正面から見ていきます。22本のポール、ここを越えれば、しかし前のめりになってしまった。右足がポールにつかない、そのまま着水。もったいないですね、本当にミスですね。気持ち的には前向きでも、体が全然ついていってないみたいな。いや、サスケがなんか怖く感じますよね。残り20人、有力選手が続々と登場する中、一体何人が完全制覇への切符を手にするのでしょうか。続いてはサスケの歴史を全て知り、
歴史を作ってきた男、サスケ唯一の皆勤賞、ジム経営者山本慎吾44歳。頑張って慎ちゃん、頑張って。サスケの鉄人が36回目、今スタートしました。サスケオールスターズ81番山本慎吾44歳です。1回目の初登場時は23歳のガソリンスタンド店員、今は44歳トレーニングジムの経営者になりました。ただ気づけば3年半ファーストステージで5回連続でリタイア。ウィングスライダー耐えていく山本慎吾、ファーストステージ。全然わかんない。エリアは様々変わっても一つ変わらないものはあります。それはサスケにかける出場者の熱です。今もその熱を持ち続けスタートに立っています。気がつけば人生半分がサスケに投じてきました。サスケオールスターズ、サスケ唯一の皆勤賞、山本慎吾45歳、もちろん妻英子さんも傍らで見つめています。さあ山本、今夜はやってくれ。4年間このファーストステージで悔し涙を流してきた。今回は原点回帰、体を絞って自重に頼ってやってきた。必要以上に体を鍛えない、それが山本のナチュラルに持っている能力にもう一度頼ろうという45歳です。さあウィングスライダー、必死にしがみつく45歳の山本慎吾。足かけてよ、足かけて。あ、今上。さまざまなエリアを経験してきた、その応用でもあります。フィッシュボーン、さあ10本、先を急ぎながらも慎重に。ガー、OK。 猫のように身軽な山本慎吾が戻ってきた。さあドラゴングライダージャンプ、山本届かないか。見ろ、あー黙れ。何言うの。ゲイ、うわー、なんで。うわうわ、ごめんなさい。トランポリン、左足はちょっと前だったのか、空を描くように水の中に落ちていった山本慎吾。やっぱサスケって難しいな。もう37回やってんのにね。行くよ、パーソクリア行くよ、せーの。おはようございます。ちょっと上ここにあった。いや大丈夫です、いける、いける。最高でしょこれ。感激じゃないですか。俺マジ盛り上がりましたからね。ちょっと硬いですか。ね、硬いとまた変なことやっちゃうんですよね。だからそれが心配です。久々のサスケオールスターズ大集結。一番手を行くのは23年間38回連続出場の唯一の皆勤賞、山本慎吾46歳。頼むよ、よし行くよ。23歳から始めたサスケ、人生の半分はこのサスケ緑山で過ごした。緑山の鉄人、サスケの番人、山本慎吾。このサスケは山本にとって人生のオリンピックと話をしている。まさに最高、ガン、ゲン、で早く掴んで。素晴らしい、この23年を過ごしてきた。しっかりとシルクスライダーを持って新エリア、山本慎吾下っていきました。呼吸して、いっぱい呼吸して。緑山、汗と涙のネバーエンディングストーリー。上山本のフィッシュボーン、これはどうだ、タイミング。フィッシュボーン山本、オールスターズが声援を送ってクリア。最後危ない、頭をぶつけながら。いやー、OK、OK、OK。そして前回ここで水に落ちた山本慎吾のリベンジドラゴンクライダー、下って飛び移れない。
1本目は順手順手の順々で掴んだ。そして2本目の飛び移り、いけたかに見えた。手は触っている、掴み損ねている、上のあたりを持っている。指あった、掴み損ねて、余裕がないんだ。こうやって言ってましたね、ちゃんと。余裕がない。いやでもちょっと、やっぱ本当に改めてやっぱね、難しい。サスケは暑さも寒さも晴れも雨も全てのサスケを知る男、25年目、39回目連続出場、サスケ唯一の皆勤賞、山本慎吾47歳。ポロシャツダンディズム、トレードマークのキャップ姿、39回目の楽しいサスケの時間が始まった。軽快に登っていきます。振り返る時の油断はあかんよ。今回はしっかりと減量してまいりました。体重を自分が一番動けていた頃の65キロにしてきた。雨で滑ります。悪条件も全て知っている山本慎吾、シルクスライダー。今大会に向けて4キロ減量してまいりました。着地気をつけたい。足を開いてお尻からいった。24年間見守り続けてくれた妻の英子さんに結果で恩返しをしたいと言っている。今上山本慎吾47歳になりました。その犬たちスタイルは昔から全く変わらないスマートな、バーッとフィッシュボーンに、バーッ、うっそー、何した、バランスを崩した山本慎吾。一緒に昔から戦ってきてくれた人が今いるじゃないですか、山田さんも含めて。だ楽しみなんですよ、今日本当楽しんでちょっとやりたいんです、本当に。その楽しさの気分でいこう、うん、緊張してんのかしてないのか微妙楽しんでほしいです。人生をサスケに捧げな者たちの人生劇場第40章、全てのストーリーを心と体に刻みつけているサスケの不死鳥の登場です。山本なくしてサスケなし、唯一の皆勤賞、山本慎吾48歳。サスケオールスターズ、黎明期を一緒に歩んだ仲間が続々と引退、今は僕一人になった。しかし記念大会、久々に急に会えて嬉しいと語っていた山本慎吾。一人にはなった、一人での孤独な戦いではあるが、共に戦う仲間はいる。今回はお祭り、記念大会を楽しみたいと言っていた。これが40回目の出場、山本慎吾、今もスレンダーボディに身のこなしは軽やかだ。ガソリンスタンドから始まった油豆への出世物語、9大会連続でファーストステージのリタイア中、今回は復活がキーワードになりそうな40回記念大会。ここは越えた、ゆっくり上げる、まだまだ、おお、危ねえ、危ない体勢、逆回転、そして何度もやられてきたこのドラゴングライダー、ここを山本慎吾越えていけ、順々でいく、順々でいった、8年ぶりのファーストステージクリアだ。当たり前だと言った。今回の目標はセカンドステージのクリアだと言った。サスケオールスターズも今回参加、そして年下の仲間たちも増えた。みんな山本の活躍を見てサスケを始めた。届いた 4.2メートル。おい、やばいな、ちょっと休もう。残りはおよそ15秒。山本慎吾、ラストエリア、そり立つ壁、ここを越えればセカンドステージ、サスケオールスターズ以上、山本も復活。イエーイ、やった。
サスケオールスターズは死んでいない。48歳ケインと並ぶ最年長記録を作った皆勤賞男、まさに緑山のネバーエンディングストーリー。やりました、よっしゃ、はいはいはい、オールスターズ最高ですね。すごい、山田さんすごい、すごいすごい、やった。さてマジでやばやはり山田さん素晴らしい、楽しんでいきましょう。しゃあ、はあ、いや最高だ。8年ぶりにボタンを押せましたね、はい、いやーマジでこんな泣くと思わなかった。皆勤賞40回大会記念の大会です。はい、ありがとうございます。本当におめでとうございます。頑張ります。またサスケ25年40回の歴史を全て知る男がセカンドステージに舞い戻ってきました。サスケ唯一の皆勤賞、山本慎吾48歳頑張って慎ちゃん、40回の歴史を積み上げてきた男。さあまずはローリングログぐるぐると回る、当然初めての挑戦です。サスケの歴史を築き上げてきた秋山、長野、山田、レジェンドが見守る中、山本慎吾の挑戦です。いけよ、大丈夫だよ。サーモンラダーもあと前回30回大会の時とは様変わりしています。登っていきます、登っていきます。48歳がサーモンラダーを軽快に登った。ここからは下りだ。結局は根性と話しましたが下っていく。さあ飛び移れるか。48歳山本慎吾が飛び移った。残りは50秒。このスパイダーランやスパイダードロップはかつて経験済み。勢いよく進んでいく。そして 1.8 メートルスパイダードロップ集中する。すごい表情だ。クリアした。まだ35秒残っている。スピードを上げろ、スピードを上げていけばクリアも見えてくるが、さあただその30回大会で苦しんだバックストリームに向かっていく。2014年はここで息が詰まった。しかし48歳になった山本はその時よりもすごいぞ。沈む沈む沈んで到達した。前回を超えてきた。さあただ時間がない、時間との勝負だ。さあ滑り落ちるリバースコンベア、どこまでいけるか、どこまでいけるか、どこまでか。山本慎吾頑張った、頑張った。オッケーオッケー、すごいすごい、うわー、いやー、すごいすごい、いやー、これもっとやらねえとダメじゃん。若い人たちに比べると遅かったですね、残念。いや、ここまで来ても本当に良かった。花丸、花丸、そう、花丸だよ。本当、嬉しい。ちょっとあの、こうならんよ。なんで、あのちょっともうちょっとゆとり持ってきます。ゆとり持って。目が血走るじゃないですか。そう、そう、大丈夫。血走る。血走らんよね。血走んだよ。いやもう行くイメージをしてますけど、どうでしょうね。ちょっとひし形のところが、うん、心配ですね、うん。ちょうど1年前、笑顔と涙のマッスルロードを走り抜けた10大会8年ぶりの復活のファーストステージクリアでした。サスケ唯一の皆勤賞に限界なし、山本慎吾49歳。サスケオールスターズ緑山の鉄人山本が行く2023年41回目のサスケローリングヒローです。早い、早すぎる。
てんの。早すぎる41回大会、すべてを知り尽くしている男、早すぎる41回大会。もう第1回大会からあんだぜこれ。サスケオールスターズ、いつもと同じような軽快なスタートに見えました。飛び移り差し込めていない、自らの右足でローリングを回してしまっている。そして無念の落水です。なんだよ、皆勤賞でもこんなことあるんですね。いやいや、なんだろう。バカバカバカ落ち着いて、なんであの飛んで体勢を整えちゃうのに。いきましたよね。もう目が血走ってる。そっから U-NEXT パラビコーナーでは出場選手100人のノーカット完全版が見られます。新作動画続々公開中、チャンネル登録よろしく。